はい、再開しましたね。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。はい、松田です。よろしくお願いします。はい、西川です。よろしくお願いします。まあ、なぜ僕たちがここにいるかと言いますと、いつも通りですね。皆さん強いチームの人たちが、今までマイクとか実況解説なんか上手い人が多かったんで、その人たちが全て1位通過とかして、そうなりますね。二次予選に抜けちゃってますので、今日あれ、西川の場合でゲーム大会自体も出てないんだもんね。今日出れてないんですよ。仕事かなんかでね、そう、仕事でちょっと休みがちょっとあの取れるかどうか分かんなかったので、うんうん、まあ、それでまあたまたま休みになったので、まあ、お手伝いをしようと。なるほどね、はい、それでまあ受付のお手伝いはしてたんですけども、まあ、試合自体はちょっと出れてないんですけど、まあ、全然あのクーペにやっぱ協力したいんで。ありがとうございます、はい、なるほどね、物販をやってました。しかもちょうどこの一番熱い熱い二次予選1位通過のチームしかいない二次予選をちょっと進行して手伝ってもらえるってことでね、はい、松田さんも、まあ、珍しいですからね、もうプレーであんまり、ね、ただ僕もねあれですよ、最近あのなんていうのかな、二次予選とかプレーオフとかで、はいはい、あのみんな誰もいなくなっちゃうと、はい、もうしょうがないなって腹決めてますまあまあなんかもう僕本当話すの無理ですとか言ってる人無理やり座らせるぐらいなら、はいはいはい、俺やりますよっていう感じのジャッジになるんで、まあそうですね。でも皆さんもやっぱ楽しみだと思いますよ。今回は熱いっすね。これはやっぱ、まあ、残るとか残ったというか、まあ、さすがの、そうだね、はい、ちょっとパワポでも出してもらいながら舐めて、ね、舐めてみますね、はい、じゃあすいません、1ブロックからパワーポイント出していただいていいですか。はい、はい、1ブロック、うわ熱っ、何これはずってなんすか。いやこれもつったってもったいないよ。まあまあそうですね、うん、悪魔の実っていうのがこれネクロ5で、ネクロ5、もうタム、杉山、コニタン、バッカス、アーロン全員強いですよ、はい、アーロンはあの海外勢の、そうです、そうですね。で対するが、イブキ5、オレンジャイ、比嘉、リンゴ、ゴエ、レッド、松下、はい、これだって去年の優勝のレッド君のイブキいて、そうですね、で、まあ、今群馬でプレーしている比嘉君、はい、それから馬場の帝でやってるリンゴちゃんに、はい、広島のゴエイブキ、そうです、まあ、なんかさっきリンゴちゃんと話したんですけど、うん、なんか予選ご立てしたみたいなんで、なるほどね、はい、でまあ、元関西現在関東済みの松下君、はい、強いです、強いですね。そして、1ブロックの3チーム目が唐草は添えるだけ、添えるだけ、これ弟君、鎌田さん、くず、はい、さん、はい、篠さん、レッドスターさん、はい、ちょっとネームバリュー的には一番下が若干きついけど、まあ頑張ってもらう。あ、でもあの弟さんはあのガチの、父さんじゃなくて、なんだ、あの何でしたっけ、丹田、あ、そうです、丹田、丹田使いなんで、はいはい、そこ結構まあもし映ったらね、そこら辺は見どころなんじゃないかなと思います ね、 そうですね。じゃあすいません、はい、2ブロックお願いします。あ、2ブロックじゃないよ、これは4ブロックですね、まあ、4ブロック、はい、あ、そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、そう、僕がさっきちょっと注目チームなんか選んだりしてて、はい、じゃあ第2ブロック、はい、第2ブロック見ていきます。あ、これね、オマン帝国、九州です、はい、あ、まあこれ、あ、まあそっか、みんな混ざってますね。でも 強くないですか、ね、強すぎますねこれ超強いですよ。高尾マン、白黒、鈴、一平、はい、マイケルタン、マイケルタン、これ全員強いっす、全員強いですよね。チュンリー2軍とは言えないですね。言えないんじゃないですか、まあ、1軍といってももう過言ではないというぐらいのレベルのチュンリー使いが集まってるんで、まあ、マイケルタンとかもかなりやり込んでるんで、で九州3枚、まあ、マイケルタン今こっち来ましたけど、はい、高尾マンと鈴君、鈴君も今復活したんで、はい、それに沖縄の白黒チュンリー、あと埼玉の一平ちゃん、はい、一平ちゃん、これが、上がってます。オマン帝国、そして次12-5、え、12-5 1位通過したの1位通過、すげえ、ヤマ、12マニア、イブキ12、ボコ、アイハラさん、なるほど。そして対するはオロ5、三上くんとコンバット一善、チェルシー、ヒロちゃん、ピンキー、かなり、これも1軍みたいなもんですかね。そうですね、2ブロックもなかなかですね、はい、じゃあ3ブロックいきましょう、はい、じゃあ3ブロックお願いします。3ブロックは、レミー5ですね。レミー5来ましたね。レミー5が、ピエロ、ツムーン、タケ、ミノル、ユー、これもでもね、はい、本当に強いけど、てかね、地域色がすごいですこれでもアレック5の試合マジ熱かったですよね。熱かったですね。そしてかわいそうな組み合わせになってますねこれ。あ、ちょっと、まあ、チュンリー5、レミー5とはぶつかりますが、はい、
パラリンピアンズっていうの、うん、力丸、もち、檜山、パール、タロキチ、そして最後が、太平さんがいますね。英雄元年、これはどういうことなんですか。英雄アフターユリアン元年らしいですよ。アフターユリアン元年知るかって話ですよね。分かりづらい、分かりづらいですね。太平、シャドームーン、堂島、カロリーヌ、今井くん、あ、でもいい、こちらがいいチームじゃないですか、うん、3ブロックとなっております。はい、でさっき4ですね。はい、はい、じゃあ4ブロック見ていきましょう。4ブロック、うわこれもったいね、これは熱いですよね。スピードスターは、K 君、ケンゾー、ロッシー、フロコーダイ、ヤンファイブ。ここ満を持して、あのケンゾーさん、ついにヤンファイブ出てきましたね。そうですね、エース、ケンゾーは今までね、ユイとか誠とかいろんなチームからスカウトされ続けて、はい、今回はヤンファイブで。ヤンファイブ、これは面白そうですね。はい、対するがこっちがユンファイブ。ユンファイブ。武田、三沢、増田、一世、ニットと。これも強いですね。そして、このブロック入っちゃったのが、どこでもメッパ君。どこでもメッパ君。これは豪気ファイブで、あ、でも全然強いっす、はい、これ。まあ、これはあの、まあ、地方というか、まあ、関東圏以外の豪気の集まりの。いや、超強いっすよ、すね、これ。静岡の裏剣と、岐阜の雪男。あと、ドット君確か和歌山で、はい、野本君熊本でしたっけ。そして、猫の日君が京都。京都。いや、これだからもう本当オールスターズ。もう西の方のオールスターズね。うん、オールスターズ。はい、こんな感じで。じゃあ次は5ブロック見ていきましょう。はい。うわー、これもやばい。これは熱いっす。これは熱いっすよ。そう、5ブロックはあれですね、チーム数の関係上、4チームリーグ、はい、4チーム、リーグメントっていう形式なのかな。トーナメントですね。あ、これトーナメントか。はい、トーナメントですね。トーナメント形式になってますが、5点って、これがユリア5で、R、どっちですか ?RX、RX、はい、RB、チャコ、シノブ、アフロ、まあ一軍です、これ。一軍ですね。対するが黒帯。黒帯。これが当たっちゃうのがプレクーペなんですよね。二次予選ですからね、これ。決勝じゃないですからね。黒帯、メンバーが富永、三村、チャンス、ボス、チバッチと。さあ、いいメンバーですね。こちらもそうですね、はい、東京でプレーする富永とボス、そして千葉の三村誠と、大阪のチャンス誠と、山梨のチバッチ誠。チバッチ。まあ、誠連合、黒帯、名門です。そして、3チーム目、リューファイナル。リューファイナルも、リューファイナル、名前めっちゃかっこいいね。名前かっこいいですね。ファイナル、ファイナルなんですか、もう出ないんですかね。もう出ないんですかね、これは。メンバーが、クニ、ルー、ナミジン、アルカ、マグ。これもちょっと頑張ってもらいたいですね。レジェンドが。うん、キャラ的にちょっときつい面ありますけど。はい、関東連合。ザビマッチ、デコイ、マンマ、嵐。これも強いですね。いや、これかなり強いですよ。これかなり強いよね、はい、嵐さんとかも本当強いですからね、最近。ちょっと名前がなんか中二みたいになってなんか少し変わってますけど、はい、まあでもあれですよね、これ超強い、豪気一軍と言っても過言ではない。2チーム上がってきてますからね、豪気5が。はい、6ブロックあった。6ブロックパワーアップお願いします。梅抜き軍団、これが、抜き、はい、梅園、K、キラーマシン、甲春。あ、これもでもワールドワイドですね。ワールドワイドなんですよ。うん、全国つつ裏裏。そして対するが鉄山港、こちらが、沖縄のオルガ、デルン、エルの三ユンですね。三枚のユンが。三枚ユン、はい。それに埼玉のヒヤシンスと静岡のコアッパが合流した感じですね。はい、次 C ブ三チーム目が逃げるは恥だが卓には勝つと。長いですね、ちょっと。まあ、Q5。Q5 ですね。弁当屋くん、直球、直屋、カリオ、土佐の里さん。キャラ的には厳しいけど、頑張ってもらいたい。いや、上がってきたらすごいですね。まあ、確かに。うん、そして、迎え撃つのが、ピザビースト軍団。さあ、1軍ですね、ここが。まあ、説明不要ですけどね。はい、黒人、ロリ、ヨモダ、F、平畑。6ブロックも面白いです。さあ、7ブロック目、いきましょう。最後のブロックですね。あ、これも強いですけど、あ、ここ当たっちゃうんですね。ケンジ対キーンスポーツ。いいですね、これ。ユンファイブですね。ヤックン、メスター、ウシ君、モモチ、オチビ。対する対戦相手が、マツケン、モリビー、コウセイ、スクラップ、ファイブスター。はい。これもうアメリカのファイブスター。まあそうですね。入ってますね。強いんで。いやー、ここ当たっちゃうんだ。はい、次。世界忍者。こちらが、もうこちらも伊吹の超強いチームなんですけど、はい、ブルー君、アブ君、浦巻雲さん、五十嵐、最後なんて読むんですか、ちょっと字がちっちゃくて。なんですかね、これ。
テルメン、テルメン、アメリカのイブキ使い、アメリカの選手ですね。すいません失礼しました。そして対するがダッドリーファイブ、下町ロケッパ2。これ下町ロケットにかけてんですよね。多分そうだと思います。下町ロケッパ2がちょっとわかんないですけど、ね、1が、いやでもこれはえ、あ、1回出たんだ。1出た。前回が下町ロケッパ1で今回2なんですよ。だ、ね、だから天ぷらくん、おろしのっぽくん、カニくん、金谷くん、後藤くん、これも応援したいですけど、うん、まあ、イブキ対ダットリーってどうでしたっけ。これはダットリー使いがかなり嫌がってるカードですね。あ、なるほどね、はい、じゃあここも見たいですね。しかも多分、ね、イブキ使いがあんまなんか嫌がってないんですよね、ダットリーを。なんかみんな結構、ダットリーいけるよみたいな感じの人が多いので、はい、面白そうですけどね。なるほど。というのはなかなか本当どこも 見どころ満載ですね。見どころ満載ですね。まあでも、まあどこを移すかっつったらやっもうちょっとあれですね、5ブロック最初行きたいね、うん、行きたいですよね、うん、5点艇対黒帯2番筐体、ここ2番筐体がちょっとどうしても俺見たいな、はい、ここがもう二次予選の、まあ、トーナメントなんですけど、5ブロックはこれ1回戦目で当たっちゃいますからね、ここが、まあ、どっちかプレーオフもう落ちるわけですからね、うん、でもほら動画の見てる方も楽しめると思うんですよ、はいはい、ここはあの、ね、コンボ職人っていうか、うん、もう RX と RB ってすごいですからね、本当に強いユリアンなんで、はい、あ、筐体の準備の方ができたみたいなん で、ね、それではいいですか。はい、じゃあプレ、はい、プレクーペレーションカップ2019二次予選いきたいと思います。盛り上がっていきましょう。さあ筐体の方2番お願いします。はい、2番お願いします。先方誰行くんだろう。いやもう誰でもいいんですけどね。はい、申告した情報来ました。チャコ対チバッチ、はい、いやいいですね。うわ、いやもうチバッチさんはもうかなりスピードのあふれる誠っていうイメージで、はい、まあ、対するチャコ太郎の方はかなり手堅いユリアンなので、はい、まあ、スピードで、千葉地さんが押し切るか、手堅い立ち回りでチャコユリアンがさばいていくかという、そんなカードになるんじゃないでしょうか。もう千葉地君も本当に山梨の、ね、トッププレイヤーですからね。でチャコももう関東ではね、はい、ユリアンずっと使ってますからね。いや、ここの、あ、まあ一軍と言っちゃっていいと思います。ユリアン一軍 VS 誠一軍、はい、ここから見ていきましょう。千葉っさんは、水は正中線、まあ、対戦チャコ太郎はもちろん HC リフレクターと。さあスタートしました。で、まあ、結構誠の通常攻撃がかなり、相性がいいので、うん、ユリアンに、うんうん、まあ、中継を振りながらゲージを貯めながら、まあ、正中圏内持ってってタクをかけるという誠がそんな感じになるんじゃないでしょうか。なるほどね。まあ西川オールマイティにいろんなキャラ使うけど、はい、誠使っててユリアンってどう。まあなんか人によりますね。本当に嫌がる人と結構得意だよっていう人が、ただやっぱユリアンは地上にいるのが危ないんで、うん、まあどういう立ち回りにチャコ太郎がやってくるのかなっていう感じですけど。なるほど、本当に今手堅く牽制合戦ですね。そうですね。さあ試合動きました。チバッチが仕掛けていく。まあ、やっぱ誠の聖地が溜まった状態で近寄られるともう投げと、まあ、壊しチェストとかでもう簡単に死んじゃうんで、うんうんうん、ただ読み勝てればユリアンもやっぱワンチャン力があるのでエイジスが。さあ1ラウンド目はチバッチ、まあ 枚、うん、2枚あるんでね。全然キャラタイっぽく通常技でなんか牽制がすごいハマってましたね。あれが強いんですよね。ダッシュ投げ早いですね。まあ、チバッチ側も結構スピードでいくかなと思ったんですけど、手堅い立ち回りで、そうですね、通常攻撃振りまいて、あ、うまい。さあ正中線5段突き、壊しをタックに合わせて中継大パン。しゃがみと立ちの中継かなりバリアっぽいね。いや、バリアがやばいですよ。ジャンプ中継もかなり強いんで、あ、これはいいですよ。押し込みたいタックル。さあもう1枚使う。ガードしっかりして、ブロって投げて、止まる、うまい、トラップ。さあジャンプ中継、いやマジ中継強すぎないですか。ボタンがやばいですね。真ん中のボタン、真ん中のボタンがやばいですね。やばいですね。さあこれで5
五天亭は誰を使うでしょう。残ってんのがコンボ職人が、まあ、残ってますからね。さすがに RX、RB は僕中堅以降でしか出てこないと思いますけどね。忍ぶあたりなのかな。あ、ノーマルカラーということはアフロさんかな。すぐ情報来ますんで、はい、ちょっと待って、待ちながら見ていきます。 RB、RB、まさかの時報 RB 来ましたね。時報で九州最強のユリアンが、あ、これはあれですね、多分作戦的にチバッチに暴れさせて、はい、2枚3枚抜かれると面倒くせえから、はい、ここはもうストッパーで俺が行くぞと。早めのシフトですね。はい、 RB。 さあ中継、中継ダッシュ止めるの、うまいロッテ。バックしてからチェスト、チェスト振るって、肘、あーっと、なんかおしゃれな、なんかいろいろやろうとしてたんでしょうね。なんかおしゃれ、おしゃれコンボが、これは死なないんじゃないでしょうか。ユリアン硬いですね。硬い。さあチバッチがかなりいい感じで前大パン、通常攻撃でさばいてタックル大パン。さあ1ゲージ持ってここで諦めない、吐くテレブル、これが RB。 いやマジ諦めないっすね。諦めないというかもうすごいっすね、はい、精神力が強 いやさらに、はいはい、さらに1ゲージも溜まってますからね。いやなんかねゲージ残して、はい、次のラウンドかけるかなと思わせといて、はい、全然諦めてなかったっすね。ひとまず違うのか。さあエイジスを使っていく。さあ裏から不能っぽい。いやタメ分割が光りますね。さすがユリアン職人、ね、はい、あ、千葉さんあれうまいですね。あれタックル見てからあの下の小足で割れちゃうんで、うんうん、やっぱあのブロとかするとウェイジスで完全にあの防御できちゃうんで、うん、その前に壊して潰すというかなり反応も早いですね。さあチバッチも負けていない。正中線五段突き、投げ投げてエイス、デリブル、勝負すね。しっかりとストッパーを、そうですね、はい、さあ黒帯時報に誰を持ってくるんでしょう。いやもうだってまだラスボスいっぱいいますからね。全員ラスボスです。全員ラスボスですからね。まあでもそれはお互い様なんで、お互い様ですからね。さあ富永、ミモラ、チャンス、ボスが残ってます。いやこれが本当の視聴率が取れる試合ですよ。これは数字持ってますよ。まあユリアン戦がどうなの、富永さんが結構やっぱ勝ってるようなイメージがありますけど、さあ正中戦だったら、さあミモラを使ってくる。時報でミモラですからね。いや向こうも時報で RB ですから。もうやっぱそれだけ試合にかけてるんでしょうね、はい、さあ非常に豪華な組み合わせ。さあ垂直ばらまいて落としてヘッド、もうスピードスターって言ったらもうミモラ誠ですからね。そうですね、下ろしてタックル、あーっと前風呂入っていたように見えたが、さあゲージを持った状態で、第2ラウンドですね。早い早い、ミモラ誠早い。大番うおって投げ、早い、ダッシュ投げ、行くぜよ先から、あ危ない、あーっとブローラス正中が当たってしまって勝ったのミモラ誠。今のはミスターはどっちなんだろうね。まあ体力結構あったんで、まあ仮に今ガーされてもまだ死なないと踏んだんでしょうかね。なるほど。さあ時報対決が終わりまして、中堅投入となりますユリアン5。残ってるのが、アフロさん、シノブさん、RX、はい、
おそらくアレックスが最後なんじゃないかな、わかんないですけど。でもやっぱアフロさんもかなり勝負強いんで、確かに大将でもあるかなって感じですけど、まあそれでも、もう目の前のねミモラを止めるしかないんで。アフロ、アフロさん、さあミモラ対アフロ、こちらも豪華な、いやいいカードですね。家帰って俺もビールでこの配信を見たいですもん。見たいぐらいですよね、はい。さあ時報ミモラ対中堅アフロ、ラップ、タックル、タックル、チェスト、空中当たってヘッド、いっぱいブロって、あ、フォローがうまいっすね、すごい。リアクス、あれは今大パンカラクサはあれですね、ブロ読みですね、うんうん、肘だとあのカラクサが割れないので、かなり太い読み合いを、あーうますぎる、うわうますぎて実況が追いつかねえよこれ。ファイターズレディエンゲージ、開幕ダッシュ投げ、ダッシュ投げ取りますね、速いスピードが、あ、これはチャンス、チャンスタイム、さあ2択は通ってタックル、次はタックル、大パン手前を選択ですね、いい手前、ただ中段しっかりガード、早い早いねミモラ、早い怖い怖い、行くぜよ詐欺がすごいですねあーうますぎる、止められなかった、バックステやっぱ性能がいいですね誠は。さあ副賞です、副賞、さあ残ってるのはシノブ RX と、まあアレス対象かなって感じですけど、まあどっちか分かんないですからね。やっぱシノブさんはでも一発で殺せるようなコンボ持ってますからね、はい、肘入ったら分かんないですよ。さあちょっと悩んでるのかな、さすがに忍だと思うけど、まあ分かんないですね。さあ忍大将に選択したみたいですよ、はい、RX 止めに来た、 RX が副将、このカードもなんか昔からすげえやってるようなイメージがありますけどね。これもまあご飯3杯は食えます、3杯いけます、ミモラ対アレックス、はい、白米とこれでいきますからね、いけます、開幕大パン、早い、うわ早い、早すぎる、いくぜよ、中攻撃が強い、さあさばいて、ミモラがさばいて、いやでもミモラが牽制の鬼になるってことは本当それだけやっぱ RX 警戒してますね、警戒してるよね。いいの入って、うまい、うまい、うまいですね、しっかりとつながっている、結構シビアなんですけどね、あれ難しいですよね、難しいですね、さすがです、ブロって、さあ先ほどちょっと聖地が飛んできたので様子を見た感じでしょうか、下風呂何もしないとか、はい、もうちょっとレベル的に難しいですね、はい、もう読み合いがすごいですね。まあ相手パン中継、中継が強い、あっとこれ入ってしまう、さあしっかりと殺しに行く、スタンまでして、まあここはゲージ状況を考えても、はい、そうですね、うん、ファイナルラウンドでゲージ状況かなり RX 側がかなりいいので、牽制しながらダッシュ投げ、カラクサ移動、カラクサパイパン EX 中速いてが何もしない、ダイパン、うわきつきつい、溜まってしまうと前ダッシュ、パス払い投げて、たまったー、肘、タックル、タックル、EXセット残った、さあ M 中継止めた、RX これが RX、
さすがですね。さすがでした。やっぱ嫌な流れだったんですけどね、うん、さすがやと止めたところはさすがですね。さあクロービー中堅3人目誰が行く。トサナミ富永。さあこれはまあこれはまあ、うん、なんか正義とかいつも言ってますけど、うん、ちょっとおかしいですね、うん、ちょっと何言ってるかわかんないですけど、うん、ただやっぱあのユリアンはあの唐草入った時の大パントサナミのあの間合いがかなり広いので。なるほどね。やっぱあのケアしなきゃいけない間合いがかなり広いのでちょっとやっぱ面倒くさいですね。トサナミになると、はいはい、画面半分ちょいぐらいでもう入っちゃうんで一発さんがそれでなんか正義って言ってますからねもうその話やめましょう。やめましょう。はい。さあだから立ち回りがしっかり立ち回ってガード。バックジャンプ台形がかなり強いですねユリアンは。これもなんか通常技結構きついな、はい、エース。おーおーおー。さあしっかりと間合いを測って投げ危ない。投げて使っていく。おデリブル。これもうなんていうかな精神が強いよね。ズーズーしいっていうかもう本当にお前しゃがむんだろっつってやはり歴戦のガードしている。ここは飛ぶ下ろし。しっかりガード下まで入っている。カラクさんジャンプ。さあここで捕まる EX チェストチェスト。どうなる手前選択。テリブル始まらない。さあ手前2枚目。おーおーおお。投げて。あーこれはかなり読み合い迷いましたね。下ろした木立たれたんでそれの読み合いで辛くさいですね。注目のファイナルラウンド、はい、さあゲージは。あああれこれはさあダブル決まって実況正義が実況が止まってしまいましたが。いや残りますよユリアン肩に残ります。まあまあまあ最後そうですね、はい、さあ大将忍ぶ。さっき富永さんとあの喋ったんですけど1年ひたすら頑張ってきたのに今日がもう今日で出すって言ってたんで。何言ってんですかね。もうなんかよくわかんないですけど1年間頑張ってきたことを今日出すだけってなんかすげえ真顔で言ってたんで。なるほど。まあ彼は独特の世界観持ってますからねあとはダブル吹き上げ、はい、本当うまいですし。なんか徳を積んできたって言ってましたよね。もう何言ってるかちょっと分かんなかったですけど。大将忍ぶ。でもこれあのお互いワンチャン力というかもう死ねるカードですね。忍ぶさんはかなりあの即死コンボ完成度が高いので。はい。あー食べた。投げて。あ、タックル？タックル。読み合っていきますね。うわー。うわー、これ死ぬかな？残る。あ、おお、ナイスガード。ナイスガード。スクラップ。タックル。つなげる。しっかりつなげる。この辺はお見事。やり込んでる。ゲージ状況は富永誠が一本ちょっとガード。ちょっとガッドルですか。肘。まあリターン大きい選択肢も入ってますね。さあこれは来ますよ忍コンボ。おーおーおお。かっこいい。あー見せてく即死コンボ。いやかっこいいぞこれ。ああ怖い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 。こっからでも勝つのか富永。怖い怖い怖い。あ
投げて、いやあ、カークさん、チェスト、チェスト、どうする、ああ、いや盛り上げてくれましたね、盛り上げてくれましたね、両者に本当拍手って感じです。いやでも忍さんあそこ飛ばなかったのかなり根性が、そうですね、気合を見せていく。じゃあ副将、大将忍対副将ボス、大将にチャンスを温存と、はい、この誠が強すぎますからね、はい、副将でボス誠、さあ早い、さあ落差大パン EX テスト、すごい早い、鬼のラッシュ強すぎるボスも本当にいろんなキャラ使いこなせますからね、すごいっすよ、もうその中でも誠、はい、ね、かなりお気に入りなんで、まあ、全部あのトップなんですけど、トップクラスなんですけど、そうですね、かなり誠はやっぱ出し投げ、足払い、出し投げ鋭い、唐草、素直な唐草がヒットまで読んでんな、早い、セジュ残るが、大パン中継、はい、強い黒菱勝利です。あ、ちなみにまだやってる筐体いけます？あ、今もう全部終わってるのかな、全部終わりましたか、はい、勝ったのは黒菱でしたね、強いですね、面白かったけど、はい、結構総力戦になりましたね、総力戦ですね、温存したのがチャンス一人ということで、まあ、まあ副賞まで行ってますからね、そうですね、はい、9人試合全員出てますから、まあいい勝負でしたね、名勝負、はい、もう他の筐体の結果はまあこれから来ます、はい、はい、いやまあどこも結構もういいんですよね、もうそうですね、本当にいい試合が多かったんで、はい、まあとりあえず竜ファイナル対関東連合見たいですもんね、あ、はい、そうですね、ここもまああの見た目も分かりやすいですし、エキスパート揃ってますからね、はい、このままじゃあ行きましょう、そうですね、はい、いやでも熱かったな、まあ、忍さんのやっぱあの即死コンボが、まあ、結構ちょっとブロで死にきれなかったですけど、もうあとちょっとでしたもんね、はい、いやさすがですよ、やっぱユリアやっぱあのダブル吹き上げで2回トサ食らっても死なないんで、やっぱ体力の硬さが目立ちましたけど、うん、そうですね、あれはもう即死コンボで、即死コンボなんで、有名ですかね、他のキャラだったらもう死ぬんですけどね、どこがやってる、トゥエルブチームと白黒チュンリーチームがやってて、はい、うわすごいですね、すごい、そこはあれですかね、カメラで抜けたりしちゃいます、無理、カメラ向けれない、もし抜けたら行ってもらいましょうか、はい、友人カメラ入れてるんでね、そうですね、なんかトゥエルブファイブが白黒チュンリーが大将で引きずり出してると、中堅って言ってましたっけ、そうすごい、ちょっとすいません、ここもし行けたらハンディ行ってください、 あ、いいです、出てますね、ちょっとハンディ行きました、さあ行ってますね、これトゥエルブファイブがなんと時報らしいです、あ、中堅、中堅で白黒が大将らしいんで、ヤマさんかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、そこは今データ取ってきてもらいましょう、はい、でも12、うわうまうますぎますね、なんかこの男の恐ろしいのが12だからといって手を抜かないでやり込んでるのが、そうですね、でも一応3人残ってるんでしょ、はい、これは12マニアさん、あ、この人強いんですよ、町田のあれです、はいはい、UFO ってゲームセンターの、あ、12マニアさんって方でかなり強いって僕聞いてます、その人が中堅 で白黒は大将みたいです、大将、はい、さっき のニードルをワンブロ砲翼とかあのやり込んでないとトゥエルブ戦やり込んでないと出ないですけどね、確かに、はい、さすがマシーン白黒といったところですかね、すごいですよね、あ、すごい、さあこれね、コンバーター入ってない筐体でもね、はい、こうやって友人カメラで抜けるとね試合お伝えできますんでね、体験、さあトゥエルブマニア頑張っているが白黒がの要塞モード、要塞ですね、はあ、うお、ツンツン消えて消えました、どこどこだ、あ、いた、さあ残りたい、あ、40秒、おお、あー、砲翼裏、
トゥエルブマニア対白黒白黒さん、マジでトゥエルブ戦やり込んでる感じが画面からすげえ伝わってトゥエルブ戦までやり込んでるんですか。これかなりやり込んでますよ、和田さん。やべえな、はい、さあ、副将誰出てくるんでしょう。面白いですね。さすが白黒といったところでしょう。いや、さすがというか、バカなのって感じ。マシーン。マシーンが。さあ、大将。で、次が副将になるんですかね、12の方が。そうですね。12-5 の副将が、相原さんね。相原さん。はい、OK です。情報がもうすべて分かりました。はい、現在、大将白黒、副将が相原12。今から始まります。そして12チーム大将に控えているのが山さん。はい、この試合さすがに行きましょう。行きますか。このまま見ていきましょう。ちょっと音声とかの関係ね、はい、ちょっと友人カメラマン行ってもらってるんで配信だとちょっと見づらいところありますけど、はい、あまりにもいいところなんで、ね、このままやめたくはないんで、はい、行かせてください。白黒のいつものルーティンが集中して、そうですね、副将大将戦行ってみましょう。でもやっぱ僕2回連続で夏の陣一緒に組んでるんですけど、あ、白黒と、はい、やっぱ集中力と、はい、あとなんか任せられる感がやっぱすごいですね。あとあいつ飯食わないですからね。食わないですよね。飯マジで食わないですよあいつ。でもさすがにね、マルツルのチャーハンだけはね。マルツルのチャーハンだけ行きましたけどね。こんなうまいもん食ったことないって言ってましたね。こんなうまいチャーハンだと。さあ、相原12。さあ、体力リードは頑張ってますよ。体力勝ってますもん。勝ってますね、若干ですけど。これやっぱ12つけによってなんか動きが違うんでしょうかね。そうですね。サイエクス、あ、なんか相原さんがすごいリープを絡めてなんかジャンプ攻撃なんかリープなんかちょっとよく分かんなかったですけども、リープ発見かくったのか。今あんだけリードしててももう追いつかれますからね。ツン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 、あー、すごい。いや、かなりでも相原さんかなり読み勝ってたんですけど、あそこブロー入りますか。あれ投げられますよ普通ですね。ああ、表これしっかりガッツる。ちょっと他の筐体ね、いいのいっぱいあるんですけど、ああ、これだけ最後まで見させてください。沖縄いるんですかね、12。どうなんですかね。でも白黒ぐらい遠征してると、はい、もう関係ないんじゃないですかね。関係ないですかね、うん。だって開店から閉店までゲームやってるの俺何回も見たことありますよ。すごい見ました今の方翼戦。いつやってんすかねこれ。そうですね、はい、確かに謎なんすよね。なんかすごい大将まで引きずり出していく。なんかツイッターとか見ると、イン通行ったら誰もいなくて CPU やって帰りましたみたいなツイートとかは見るんですけど、多分脳内サードやってる。脳内サードやってるんですよ。明らかにかなりやり込んでる感が出てるんですけど、さあこれで大将戦です。山さんかなり強いですからね。ちょっとですね、まあ8台、あ、4筐体ね、あのコンバーター入ってる台あるんですけど、はい、それ以外のところでの試合は、このような感じになってしまいますが、ご了承ください。さあ、集中を高める。大将山、責任重大。まあ、責任重大っつっても別にね、負けても別に誰にも責められないですけどね。誰も責められないですよ。誰にも責められないですが、一応チームのね、チームの面を背負った形になっております山12。さあ、お互い集中して SA をまだ選ばない。時間たっぷりとりますね。まあいいですよ、ここは皆さん集中してるんで、はい、サクシ君も緑対緑。そうですね。ヤマ12も相当昔からのプレイヤーですから。そうですよ。あとはそのチームメイトがやられてるところとかも見てると思うんでね、はい、ちょっとここは期待したいですが、ヤマさんのトゥエルブ、壊し3つ当てるのすげえむずいらしいんですけど、はい、山さんの精度すごいですからね。パンパンパンっつって、何それっつったら最大っつってましたね。本当にっつって。あー、でも今ちょっと流れがだいぶ白黒モードですね。山トゥエルブ頑張ってもらいたい。
でもなんか結構トゥエルブ使いの方チュンリ戦なんか上手い方多いんですよね。てかもう嫌でも死ぬほどやってるでしょ、はい、だってチュンリーってこのゲームやる上で避けて通れないじゃないですか。あれブロールのすごいな。ツンツンブロールのすごいですね。確かに押し込んでるんですね。あ、ゆうち今のは砲翼多分遠すぎたのかな。怖すぎる。投げ前も狭いしさそうなんですよ。うわ、ジリジリした対戦になっているが結構牽制技が当たっても いいですね。ヒット確認しっかり。 X ニードルめくってガードしてる。あ体験プロテ怖怖うまいあれが最大なのか。さあ踏ん張りましたが白黒勝利。すいません、それではですね、はい、2番筐体の方お願いします。さあちょっとじゃあ情報入り次第出てる方の追っていきたいと思いますが、これはリューファイナルと、はい、関東連合なんで今 どんな状況になったかを今から教えてもらいます。いやでもすごかったですね、やり込みっていうか。まあトゥエルもすごいですよね、あそこまで引き出してるって。いやすごいですよ、だって相当なメンバーでしたよ。チュンリー5の方も大将が白黒ですごいってだけじゃなくて、はい、他もすごかったですもんね。他もすごいですよ。だってマイケルさんとか、はい、スズとかいますよ、はい、一平さん、あと高尾マン、はい、簡単じゃないですよ本当に。さあ竜対豪輝の、試合が現在、情報が来次第をすぐ報告しますのでちょっとお待ちください。カラー的にはこれザビットナミジンさんって感じですかね。そうです、ちょうどですね先ほどの白黒対トゥエルブファイブやってたので、はい、先鋒戦が終わったところで今これ2人とも時報同士ということです。時報同士、はい、時報並陣対時報のザビ、ザビと。で、両チームの先鋒がもう2人とも負けてまして、はい、マグとデコイが今負けてるということですね。なるほど。なんで、2チームとも2人目時報対決ということです。ナミジン対ザビ。ナミジンさんの竜かっこいいですよね。そうですね、かなりアグレッシブな対するディフェンシブなザビ豪輝、代名詞のようなザンク。さあメッパまで打って使っていく。うわーマジか、おーおーおー激しい。ばらまいてハドケン、ハドケン、ちょっと遅めのハドケンを混ぜてシャベンツ、ハドケン、ザンク、ストリートファイターをストリートファイターがすごいですねやっぱサードストライクもやっぱストリートファイターですからね、れっきとした。さあ後ろに投げて小足、弱小竜、ザンク、中足滅殺、ゴーハド、こういったとこに置いてある。さあ大竜巻、すごいパワーがすごいですね、竜は、うん、重いですね一発一発が。さあザビゴークはザビゴーキーゲージを貯めて、そういうさあ取って、ハドケン、すごいハドケン、ハドケンがブロッキングが中足シンクハド、これは投げて、ああマジか、すごい先端当たりましたね。マジか、これでナミジン勝利。レジェンドの力があんなところにまで、あんなところにまでえって思ったでしょうね、ザビも。そうですね、多分もう脱帽ですよ今。はい削りって言いながら出してたと思いますよさあこれで時報中堅戦になるのかな。そうですね、これなんかマッチさんにすげえ怒られそうだな多分マッチ今頃ザビに口とんがらがして、はい、何やってんだよって言ってると思いますちょっとね
想像つきますけどね。はい、さあなんかまんまさんかな。あ、色的にそうですね、まんまさんですね。まんま、はい、まんまで合ってますか。さあ波人対まんま、渋いカードです。差し返して、そう、波人とね、まんまもうあんまりやったことないんじゃないかな。あ、本当ですか。あんまり、うん、でも2人とも結構テクイプレイヤーだから、そうですね、いい試合になるんじゃないかな。まんま動きの、さあこれはさすがにまんま動きの差し合いがかなり光りますね。 あとコマンドの入力精度が高いですよね、はい、まあ、やはりいつもクリとかでやってますからね。あー確かに、はい、即死ですからね彼とやると。ブロッテ、おー100機でめぐった。ダメだろ今の裏、早いリープ、壊し、これは残らない。しっかりと決めていくバンマ豪樹、これで両チーム中堅ですね。中堅ですね、中堅対決。さあ豪樹がですね、デコイが負けて、はい、ザビが負けてまんまですからね。対する竜が残ってんのが、マグさん負けたんですよね。ナミジンさんが今負けたので、アルカさん、ルーさん、クニと。そうですね、多分俺の予想ルーあたりいくんじゃないかな。エンジン以外だとどっちかですね。当たりました、はい、ルーさん止めに来た。ルーはね、ユンからね、はい、リュウにキャラ返して、それでさ、はい、今ユリアにキャラ返したんですけど、はい、また戻って今ね、ちょっとリュウやってますね。まあ、全一流と言っても過言ではないぐらいの実力を、パイオニアですよね。さあ見ていきましょう。ほい、 EX 速度勝利拳シャクルズ、まあ、ブロって中足メッパー、ダイパン移動投げ、あと、うわー下風呂入ってる。まあまあブロッキングもうまいですね。うまいですね。さあ強気にダッシュして、これ松田さん的にはどうですかこのカードは。俺はいい勝負だと思うんだけどね。本当ですか。うん、特に絶対こう僕はどっちかっていうと豪樹使う、そうですね、使うんですけど、まあ、志村サイクロンっつって志村サイクロン知る人と知るくるくる回ってるだけなんですけど、あれでも俺初めて聞いた時痺れましたね。あれでも志村サイクロンを前に、はい、ビギナーズ全員死んできましたからね。そうですね、タマコあたり結構志村サイクロン対応できないで、対応できないです、はい、あれ今でも対応できないですさあそんな話をしてる間に取り返す。さあルー対まんま11、壊し胴投げ、タッチ中盤滅殺、つながる、あんな初めて見たんですけど、はい、すごいですね。なんか距離的につながないかなと思ったんですけど、ギリギリかな。ブロッテお返し、中足真空波動、めちゃめちゃ減りました。投げてリップ、灼熱、差し合っていく、勝ったなルー。しかもルーさんもしっかり豪樹やっぱ中足に昇竜とか仕込むのが多いんで、待ってから何も出ないの確認で中足真空波動拳、さすがですね。で副賞はまあ、あるかだと思いますけど、はい、さあ豪樹は誰が出る、まあマッチさん大将かな。残ってるのが嵐さんか、嵐さんと松さんが残ってるんで、嵐が先に行きますね、はい、嵐対ルー。で嵐だってクーペ優勝してますよ。いやそうですよね、はい、しかも活躍して勝ってますからね。そうバーチャファイターでもね、はい、トップ中のトップですから。トップ中のトップですね。ゲームセンター嵐、自分動画見てましたもん嵐さんの。
フロットル。さあガード硬い。嵐もねすごいストイックな練習すごいちゃんとやるプレイヤーなんで、はい、キャラ体もしっかりしてると思いますよ。しゃべず投げて竜巻。おーおーおー、ルーさんがすごい。いい投げ。ガード硬いな。ガード硬い。落ち着いてますね、アラスさん。最後は飛びが光る。原始状況は嵐動きがうまい。リープでしっかり中央下つまき。さあ逃げに対しての EX 速度昇竜拳重いぞ。いただけうまい。うわしっかりと最大攪拌。さあ大将先に引きずり出したのはリュウハイブ。いやルーさん強いな。さあ大将マッチ、もう豪気5の大将の席って言ったらもうマッチ豪気ですからね。もう長年変わってないですね。長年変わってないですからね。まあ今スト5やってるとしてもまあ間違いなく強さは健在でしょう。そうですね。さあもちろん SA は滅殺5波動。あと龍側がこれアルカさん、クニがいます。クニとアルカがいますから3対1なんですよ。3対1ですね。だいぶきつくなりました。追い詰められたな豪気5。さあ魔人カラーがいく。あ、行って素で痛いな。めちゃめちゃ減りましたけどね。投げて、まあ、あのサード勢じゃないね、動画見てくださってる方も、まあ、多少気づいてると思うんですけど、ゴーキとかユンヤン、イブキあたりって体力が少ないですよね、はいはい、めちゃくちゃ柔らかいんで神走行ですからね。そうですね。さあただこっからがこっからまくれるのが先に当たる。先端が届いちゃいましたね。で思ったよりルーが仕上がってますね。かなりいい動きですね、はい、結構あのさっきの弱奪に大パンソフトとか結構反応早くないと、うん、難しいよね。難しいですね。昇竜で暴れられたりしちゃうんで。俺なんかいつもサイクロンでごまかしちゃうんで。志村サイクロンで、はい。おお近距離台形、あれがね取りづらいんですよ。しゃがむと一発なんですね。そうですね。立つと二発。さあ打って変わって立ち回りで圧倒する。待ち動き円柱形しゃがむ亀端リスクを抑えたバックジャンプで様子を見て、はい、途中からブローを狙ったか。おおすごい、かなりお互いガードが硬い。硬すぎだよ。ガードが硬い。崩せない。波動拳コパン対空まで出してきました。じわじわ、あ、じわじわ削ってルーさんが15秒。グラップシャグレス体力追いついて。ここはしっかりと使って殺していく。まあ使わざるを得ないです ね、時間的にも。さあファイナルラウンド。ちょっとガード硬いっすよお互い。大きいの当たってないですもんね。さあ守護神と言われたマッチ号機投げて、
投げ、ここはメッパー残空重ねてタイパン EX 昇竜、気合入ってますよ。すごい、さあ気持ちじゃ負けてないする、読み合いが深い。投げ全部抜けるな全部抜けますね。あーこれは確定。さあ左のワイプにマジンが、そうですね。さあマッチ合計踏ん張りました。まだ副賞大賞2枚残しております。やっぱザビさん、松田さん、ザビさんあれですね、さっきの負け方がひどかったね。 今怒られてましたね脱帽してます、はい、しっかりと脱帽で反省してましたね。さああるか、アルカさんで、はい、アルカさんも最近やってたんですかね。最近や急にやってたんじゃないですか。急にやったんですかね。アルカもかなり長い間息吹使いで、はいはい、その後竜にシフトしたんですよね。はい、はい、さんがかなり手堅いな中にもなんか攻めが一番竜巻、おしゃれコンボ、おしゃれコンボありました。さああるか、鎖骨割りの立ってる状態で当てて EX 竜巻大 K、削り圏内ですね。なんか思ったよりみんなブロ狙わないですね、はい、ガードでちゃんとやって、そうですね、しっかり試合進めてますよね、はい。まあ、ただあの竜の場合ちょっと志村サイクロン途中しゃがまれちゃうんで、はい、ちょっと危ないんで、やっぱ、いや僕いつも上手い人でやるとお仕置きされてます。ちゃんとお仕置きされてサイクロンとか言ってクソ弱いじゃないかって気づくんですけど、タマコハナオにだけ機能するんですよ人読みで残念ながら、はい。さあマッチ投げて、手堅い、ゲージ状況もいい。おめえら流線はこうやんだよっつって、はい、国を引きずり出して出せるのか、うますぎる。さあこれで大将戦です、リュウ5対ゴーキ5。いや、やっぱ舞台整えてきますね。みんな空気読むね。はい、空気読んでくれますね。大将戦となります。まあご存知、国対マッチ。さあ国といえばね、もう最近電人マスターとしてね、はい、もう不動の地位を、うん、築いてます。あ、握手をして、なんか e スポーツ的な握手なんかしてた、はい、あ、本当だ、ワイプ映ってますね、はいはい、e スポーツ的な、まあスポーツですからね、はい、はい。まあ俺はいとか言ってっけど全然分かってないけどねまあはい、まあでも握手してますけど、あの人はあの勝った後 PA とかしますけどねさあ大将戦舞台整いました。2番筐体ファイナル大将戦、待って、まずは仕掛けていくのは両者仕掛けていく、あーっと変な当たりだ、何で小足移動投げ、移動投げ、リープ、危ない、さあ使っていく、ピオル、すごくないですかあそこでおっと暴れて、これは削り圏内、手が手やった、いやでもかなり強気でしたね、すごいですね、両者譲らない、はい、気持ち入ってますよ。こんな投げてゲージを作って、ザクハトケン移動投げしっかり、うわ打ってく、いやもう気持ち入ってますね、本当、
打ってく。いや一気に厳しくなった。これは大番一番回ったな。うわーっと盛り上げてくれます。大将戦ファイナルラウンド、クーにも負けてない。イブさあ、ザンクとハトケン、ザンク、うわどっちか落ちんのもったいね。もったいないっすね。フラップしっかり、イープさあ投げすからに、うおお大番ハトケン、さあお互い決定打にならない。いやでももうボムはありますから。ありますね。さあどうなる。ハリー大番灼熱、逃げてや。さあクニはもう電磁に固執しない、立ち回り勝負。中継こすってた、勝ったのはリーファイブ。やっぱ電人とミスせっかけって、ね、立ち回りでも途中からのシフトチェンジしましたね。そうですね、はい、灼熱とかにもゲージ 回してましたもんね。いや熱かったな。マッチさんもでもさすがでしたね。でもさすがでした、はい、マッチ号機もかっこよかったですけど、両チーム本当お疲れ様でした、はい、面白かったですね。ちょっと変えますかこれ。はい、じゃあすいませんが4番筐体お願いします。はい、はい、4番筐体現在やっておりまして、これ超面白そうなのやってる。スピードスターとどこでもメッパ君、メッパ君。さあこちらが、ヤン5対ゴーキ5ですね。こちらやってま終わっちゃったかな。やってますね、まだやってますね。じゃあ情報だけお願いします。これ紫ヤンなんですけど、健三かな。このチームは紫ヤン3人いるんで、ケイ君と健三さんと高台さんが紫ヤンなんで、じゃあ情報待ちましょう、はい、ゴーキが何人目かも知りたいですしね。色的にはなんかドットさん、豪輝はドットさんがこれはね、だった気がする。野本くんじゃないかな。ヤンが健三で豪輝裏剣だそうですよ。裏剣さん、あ裏剣さんもこれなんだ。裏剣が大将、はい、裏剣が大将で、はい健三副将らしいです。だからもう大将豪輝はま後がないですね。熱いでもうまい。いやこれもご飯3杯はいけますよ。いけます、ね、ただ相手健三さん、タイムトライアルの実績ありますからね。確かに戦はさあ静岡の優、ただ一覧目取ってんのは裏剣で、ヤン5は副将だって言ってるからまだもう一人いますよ、はい、あ早い、うますぎる、うわ太い。さあ健三早い早い、投げて、打ってくる。コアカメパ死んだ。うわーやーる。大将戦になりますこちらも。さあ裏剣豪気。誰だ？フロさん？いや誰だ、誰残しなんでしょうね。副将で健三ってことは、はい、フロさんなのかな。高台くんかな。ケイくん。まあ、ね、情報待ちましょう、はい。とにかく分かってることは大将戦です。はい、いや。これ皆さん盛り上げ方分かってますね。ロシヒカリ、ロシヒカリ大将戦はロシヒカリ対裏剣。いやただやっぱあのクーペーので大将戦で勝ってる実績とかもありますから、はい、かなり心の心が強いですからね。いやこれマジで俺家で見て酒飲みながら、はい、さあ大将、こちらも大将対決、ロシヒカリ対裏剣豪輝。さあトロさん入って、前方転身、中足トロさん、でも僕ヤン使いますけど、はい、結構難しいですねこのカード。ああ豪輝対ヤン、はい、難しいよね。お互い体力もないし、そうなんですよ。よくくぐりましたね歩いて、はい、
さすがですね。さあ、ロシヒカリが先にリーチをかけていく。やっぱロシヒカリヤンが独特なので、あまり多分対戦経験ないと結構きついような僕はイメージは持ってますけども。なるほどね、はい。さあ、ターゲットコンボから天心選球体暴れて、メスターズ5波動100機あった。何やこれ、遅らせ、いろいろあったけどまだ分かんない。あー、前風呂入って勝ったのよ、ロシヒカリヤン。スピードスターが勝利です、おめでとうございます。はい、それではまだやってるとこありますね、はい、やってますので、じゃあ1番筐体スイッチングお願いします。お願いします。ネクロ5とマコト5、ちょっと待ってください、今データを見ますね。1番筐体だから、はい、1番筐体なんで、これが悪魔の見たい辛草は添えるだけ、そうですね、こちらの試合をやってますんで、状況を、待ちましょう。ネクロ5、はい、あ、ネクロはアーロン、アーロンですね、2人目ですね、はい、で、現在副将の弟さんです。弟さん、はい、あ、大将の鎌田さんですね。はい、ごめんなさい、情報がちょっとだけこれそうですね、あの弟さんはあのあれなんで SA が違いますね。はい、すいません、間違えました、ごめんなさい、失礼いたしました。丹田か、時報のところは合ってますよね、ネクロが時報で、まあ、アーロンは合ってるんじゃないでしょうかね。はい、これもでもなかなか難しいカードだよね。難しいカードですけど、でも結構でも誠なんかきついと思うんですよね、ネクロ側が。ただその誠のダッシュを見て、肘打ってエレクとかそういうのをしっかりできれば、まあ、結構やっぱダッシュしにくくなるので。さあ、これ今勝利しましたので、はい、服じゃなくて中堅を引きずり出す形ですよね。3人目、はい、悪魔の実が3人目が、ね、杉山さんとか残ってるのかな。いや、残ってるでしょ、さすがに。まあ、僕もネクロ意外と詳しいんで、はい、動き見れば大体誰か分かりますよ。あと色、コニタンさん、中堅はコニタン。ネクロやっぱ画面端持ってっちゃうと本当最強キャラに近いんで、はい、危ないに2択持ってますからね、はい、特にあの誠あの投げから大肘中肘入っちゃうんで、はい、あれでスタンチがごっそりなんで。さ、コニタンさんは結構固めの立ち回りするネクロ使いですね。そうですね、やっぱ打たない。さあ、ブロって投げて、しっかりスタンチが、うわー、マジか、残って、残りましたね。さあ、コニタンどうする。カラクサ、これはうまい、くぐってカラクサ。さあ、1ラウンド目取ったのは鎌田さん。剣ドリル出し投げ通して、ダイバー、やっぱり改めて見ると誠ダッシュ早すぎますよね。早すぎますね表リープドリルブロから引き中パンエレクトリックスネークでスタンコンボに持っていく。お見事、しっかり回収して、さあ、ネクロアッパーからのなんだっけ名前、大膝ですね。いつもあそこエルボーキャノンって言っちゃうんですけど今肘じゃなかったじゃないですか、はい、間違えちゃいました。左系が、あーっと入っている、ドリル投げ使って正中、お見事だ。あーでもカス当たりでしたね。下大 P から剣当たってバック戦、早いネクロ戦も多分中継強いですよね。そうですね、はい、出し投げ正中たまるぞ、ドリル、リープ。さあ、どうなる。
ジ？ドリル？もう何食らってしますね。中継愛知だが勝ったのは誠。さあこれ鎌田さんが、はい、これ副将対決になるんじゃないでしょうか。いや違う、鎌田さんは大将ですよね。あ、大将。そうで、ネクロが副将になります。なんで多分残ってんのが杉山と誰かじゃないかな。タムさん出てますもんね。バッカスさんかな。じゃ あこれもスタートが始まる。バッカスさん、バッカスさんみたいですね。じゃあ金色のネクロが出てきますよ、はい、さあバッカス、こちらも九州の、プレイヤーです。バッカさんも強いですからね。さあデンジブラスト副将大将戦、トルネードチェスト、早い早いですね。勢いありますよ。ありますね。これ鎌田さん今多分温まっちゃってますよ。温まってますねこれ。はい、誠のあのスター小足のブロってあの膝がすかってますよねキャラサーなんですけどね。そうですね、はい、あれはキャラサーですあれ完全にキャラサーでしたね。さあ前大 P 入って打ち切る。さあ飛びの台形から生エルク。さあ亀八強いぞ。チェパチェトル伸びて中間チェストしっかり仕込まれている。これは圏内なのかな。もうちょっとかな。あーっとこれは死にました。できる鎌田さんが踏ん張って逆三立てにリーチ。これで大将戦となります。かなり乗ってますね。あれ結構むずいんですけどね、コパン壊しチェストは。杉山ネクロだと思われますが、はい、違ったらごめんなさい。杉山ネクロ、杉山ネクロやっぱ大将です。はい、レッドブル覇者そうですね大将鎌田誠対杉山ネクロです。今の俺は強いぞってツイッターで言ってましたよ。あ、だから言ってましたね、はい、かなり。しかも調べ物してかなりネタも多分仕込んできてるような。そうですね、はい、感じがするので。うわ EX 引き上げやった。でんでんでんからしっかり殺しきって乗ってるぞ。これは鎌田さんあるかも。乗ってますね。なんで今当たってすごい当たり方しましたけど。壊し？トルネードからエレクトリックスネーク。なんかセットプレーっぽい。吹き上げ狙ってますね。狙ってますね。かくらせてく。しっかり見ている。やめて。おろし立ち上がってしてる。下ブロー怖い。圏内っぽい。壊しエレク打ち切っていく。あ、カメラ狙ってドリル。おー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 、チュートル壊しエスト。すさまじい集中力。ネックロ5倒しましたよ。マコト5残って。これまあ黒帯とかさ強い誠チームいっぱいいるんですけど、はい、まあ2軍か3軍扱いのところだと思うんですけど、お見事ですね。お見事ですね。相手だってネクロ、まあ、間違いなく1軍ですから。1軍ですね、はい、唐草は添えるだけ勝利おめでとうございます。はい、じゃあすいません、2番筐体まだ試合やってるみたいなんでお願いします。お願いします。これが黒帯ですかね。2番筐体だからもうこれ黒帯対竜ファイナル。黒帯対竜ファイナルなら間違いなくて、今勝ったのがチャンスってとこまでは今色で分かります、はいはい、じゃあ情報お願いします。さあ現在配信しているのは、2番筐体の5ブロック黒帯対竜ファイナルですね。勝てば決勝トーナメント進出と。さあ伝達係お願いします。電人を選んだら国さんですかね。あ、これ色的に国ですね。これもう最悪なことになってました、はい、ごめんなさい、はい、先方が、はい、これチャンスじゃなくてミモラで、はい、大将国って言ってました。だからこれ先方大将戦です。
処刑されてるんですね。今処刑モードになってるんで、はい、ここを大将の国がねどこまで踏ん張れるか。いやこの国さん全然ありますからね、はい、本当にネクロ対誠見てる間に、はい、先方ミモラが4人抜いてました。4人抜いてましたね。はい、あ、いいの入ってなんかね送らせたいパーから前陣しっかりと国が止めてく。さあ国さん勝ちました。あ、ちょっと伝達ミスがあったんですけど、はい、やっぱ僕チャンスって言ったけど合ってましたよ。あ、チャンスさん、はい、じゃチャンスさんが無双したってことですか。そうです、チャンスが4人抜いていたんですけど、はい、今大将の国負けたってところからですね。はい、はい、じゃあここから情報としては黒帯の時報をお願いします。さあこれは富永さんですかね。まあ富永さんですね。これはいわゆるクソゲー四天王と言われる2人ですね。まあ、そうですね、はい、ちょっと NG ワードかじりましたけど、はい、まあそんな感じですね。さあ見ていきましょう。これニュートン配信とかさ、はい、バーサス配信とか見てる人はもう 見飽きてると思いますよさあ国対富永、しかも何が面白いって結構2人とも煽り合うんですよね。そうですね。おろし、あ、すいません剣ぶつかって、これはダブルは入んなそうな位置ですかね。すげえ読み合い、やっぱりもうなんとなく分かってんでしょうね。竜巻やってきますね。いろいろありましたね。いろいろありましたね。いろいろありましたね。2問着、いや3問着ぐらいありました、ね、ありました、ありました、はい。さあ正義のゲージが溜まった状態でブロッテ、ブロッテ届く DX ソフトに回していく。さすがに置き攻めいかない、アッパーから電陣、これ決まって、さあ国も負けてない。行くぜよ、止めて、怖い、クニがさばいて、しっかりとジャンプしてる。でも何回見てもドキドキすんなドキドキしますねあーこれはあ、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 ああ、あ、さあこれがサードストライクです。これがサードストライクなんだよな。さあ黒帯勝利ということで二次予選の全て終わりました。全て終わりましたねこれで。あ、いやまだやってるとこありますね、ま、これはちょっと待ってください。はい、すいません、友人カメラでステージ上抜いてもらっていいですか。 あ、そうですね、あ、ステージ上入ってるかコンバーターが。他の筐体がまだやってるってことなんですかね。ちょっと待って、はい、ここの、あ、わかりました。代表者戦、代表者戦になってるんですね。 1ブロックの一番筐体が現在代表者戦になってて、はい、出る選手が鎌田さんと、はい、タムと、はい、日賀さん。うわっち、じゃあこれ見ていきましょう。まあ、もちろんまた並んだ場合は違う人で、そうです、また代表者やってもらいますからね。クーペのルールはね、代表者戦が1勝1敗だと同じ人使えないっていうのがあります。暑いな。ネクロがタム、これはなんか作戦なのかな。いやでもなんか、ね、タムさんやっぱ心臓が強いような僕イメージがあるので、まあ、そこら辺なんですかね。いやなんか、いや俺行くよって言いそうだから。はい、じゃあ見ていきましょう。まず、三つどもえ戦、クーペ名物ですね、はい、クーペ名物の三つどもえ戦は代表者戦となりました。いぶきチームの、日賀、そしてネクロチームのタムです、はい、行ってみましょう。
さあ、SA はエレクとカスミスザクですね。ネクロゲージたまだ早いですね。まあ、イブキも結構体力ないんで、はい、エルクあの短さですけど結構減っちゃいますからね。確かに。柵内投げて垂直がやっぱ強いんですかね、これは。ネクロ戦のあれなんですかね。あ、でもやっぱチームで話し合ったんだろうね。ただ相手チームのキャラも分かってるじゃないですか。まあ確かにそうですね、プレなんで、はい、まあ得意な人が行けばやっぱそう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 、はい、イブキと誠かーってなって誰行くって多分そういう話。でも比嘉さんネクロ使いますからね。うん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 。さあ EX クナイからしっかりとコンボ決めて、クナイクナイ垂直がやっぱ強いのかな。スライディングクナイ、さあ手堅く地道にダメージを稼いでいく。壊しエルクしっかりガード、スライディングネクラッパしっかりガードしてる。すごいプレッシャーかけてくる。フロッテ、あ、今なんかミスかな。いや狙った、多分距離が多分足んなかったですかね。 EX トルネードは狙った、はい、狙ったんですかね。なるほど。おお、マジ今スカシゲダン紋章くない有利だった紋章。比嘉さんのネクロ戦がすごい。これはうわ、エロい、エロい、うわ、エロエロいっすね、今の。いや、ブロッキングしながらうろうろしてましたよ、はい、体力差でエロいっすね。さあ、勝ち残りで、さあ、第2試合が鎌田さんですね、はい、かなりエロかったっすね、今。今のはエロいですね、はい、あれアルク、ま、キャラ間違い、キャラ間違い。でもなんか今の感じ見ると結構自信あって座った感じですかね、ネクロ戦に。そうですね、はい、視聴者の皆さん申し訳ありません、はい、このアレックスは関係ないです。関係ないですね。この誠は伊吹使いの方結構苦手っぽいですけどね。あ、そうなの。はい、でもさっきの試合でだいぶ温まったんで、はい、まあまあ確かにその勢いでね、ちょっと鎌田さん頑張ってもらいたいです。相当温まってましたよさっき。ノリノリでしたからね。3人4人3人でいたよね、はいはい、さあ比嘉対鎌田代表者戦の2戦目となります。まず正中線が伊吹半分減っちゃうんでもう半分だった時点でゼロドットと変わらないような状況があるので。そうですね、はい、比嘉さんがどれだけさばけるか。チェストチェストしっかりと角入れて投げ暴れ。うわーマジか、どういう読み合いですかなるほどって感じですね。なるほどって感じですね。あれでも1手目ですごいですね。1手目であれをやるのは。出し投げしっかりグラップして、投げてライダーまでつなげていく。すごいライダー端が強い。聖地使って半分、しかし強い比嘉さん、まだ分かんないよ。くぐってる、つなぎ、おろし、しっかり直せる。カスミスザク勝ったのは比嘉伊吹。じゃあこれ2勝してるんで伊吹5決勝トーナメント行きですね。行きですね。それではプレーオフに落ちる2チームに戦ってもらいましょう。あ、これプレーオフの A か B って優越あるからやるんですよね。あれもう両方もう B 行くんじゃないですか。わかりました、すみません、僕の勘違いでした、はい、っていう感じです。感じで二次予選全部終了ですかね。全部終了っぽいですね。
まあ、ちょっとあの結果をちょっと集計していただくので。そうですね、はい、少々お待ちください。はい、いや面白かったっすね。いや熱いカードやっぱもうなんかどこも映したいぐらいなレベルの、あともったいないじゃないですか、この スピードスターとかシブスポとかも。そうですね、はい、かなり熱かったな。対象戦も多かったし、まあまあまあ、そうですね、はい、やっぱりクーペレーションカップって感じでしたね、はい。今結果だけ集計していただくので少々お待ちください。そうですね、なんかあの、あ、そっか、これコメントの返しがないからあれだね、はい、ちょっとあれコメントは返せないんですけど、あ、ご了承ください。あ、試合やってる、あ、やってる、あ、まだ全部終わってない、ね、ご兄弟カメラいけます、お願いします。申し訳ない、ちょっと人混みの中なんですが、5番筐体まで、カメラマン行ってもらいましょう。はい、お願いします。まだやってるということです。すいません、道上げてください。さあ、これは、チュンリー5か、とオロ。はい、チュンリー5とオロ5やってて、一平チュンリー、一平チュンリーと、一平ね、一平チュンリー出てきました、ね、オロは何人目、チェルシーで副将の一平です。なんでかなりオロが押してる状態ですよ、はい、これ。あ、ちょっとあの石の引きが悪いですね、おもちゃがいっぱい、あ、でもスターしてましたね。しっかりとおしゃれコンボ決めて、こっちに移動しましょう、はい。そこね、かなりいい、熱いことになってるみたいで、熱いことになってるみたいですね、はい。まあでも白黒がいるからどうなるか分かりませんけど、はい、今は、時報のチェルシーと副将の一平ちゃんらしいです。合ってたら、多分合ってますけど、なんか今チラッと聞いたんですけど、山さん逆ごたてしたっていう、なんか行かれてますね行かれてますね。さあこれちょっとですね、音声とかなくてごめんなさいなんですが、はい、見ていきましょう。これはさあ石発動で台形連射始まる、残るが、あ、マジか、これ確定ですよね、やり込んでる、裏から砲翼戦、一気に追いつく、はけ、怖え、中足届く、これで大将が出てくるんですよね、多分ってことですね。チェルシー対白黒で間違いないようです。移動します、まだもうこれはここで、うん、これはもうちょっとこの空気はこのままいきましょう、はい、そうですね、うん、やっぱ最後に見ましょう、これなんか今データいろいろ来てるんですけど、かなり熱くてオロが勝つと三つ巴戦らしいです、はいはい、三つ巴になったら配信台映ってもらいましょう。そうですね、うん、今集中してるんでこのまま行きましょう、行きましょう、さすがにここで大移動ナイス。視聴者の皆さんには申し訳なくてちょっと見づらいんですが、ちょっとプレイヤーファーストで一つお願いしたいと思います。さあ集中して衛星決めて、これは時報でしたっけ。そうだからオロあと4人いる、4人いる、4人いるんですよで白黒ださっきのあの12状態と結構似てるんですけど、ただこの男ならとマシーンですか、はい、サードマシーン白黒対オロ4人。踏んで踏む、うますぎる、じゃあ俺も見入っちゃって、お前も見入っちゃうと黙っちゃうから、お前ちょっとなんか喋る、じゃあなんか喋る、実況します。俺今見入ってたから、はい、見入っちゃったちょっと見づらいんであれですけど、あーごめんね、はい、うん、ちょっと実況じゃあ見入っちゃいました、はい、さあ発見決めて1ラウンド目は白黒チュンリー、ここで1本溜まる。オロはこれはなんか玉のハメが結構主流かなと思ったんですけど、チェルシーさんはあの石なんですね。そうみたいですね。さあ対空しっかり発見、やっぱ白黒くぐりうまいですね。カークリーもしっかり砲翼戦、代々からここは無理に攻めない、体力リードしてます。しっ
っかり気を取って空中グラップ、これは珍しいですね。さあちょっとこれ配信外の筐体なんで遠いんで確認ミスるがあって、これ頑張ってんのヒロちゃんみたいです。ヒロちゃんさんごめんなさい、すいません。さあ中足決めて、まず時報を倒した、あと3枚残ってます。ごめんなさい、じゃあ先方ん、今ヒロちゃんさんが負けて、そうですね、誰が残ってるんですかね、ちょっとごめんなさい、それちょっと聞いてきてもらいましょう、はい、オロファイブが、ヒロちゃんと誰かが負けてて、はい、あと3人残ってるということです。でチュンリーファイブの方はね、もう大将の白黒のみと、なんかじゃんけんしてます誰が出るかじゃんけんで決めてるんですかね、じゃんけんで決めてますね。あ、これが本物のチェルシーです。今カメラ抜いてもらいました。これがチェルシーさん、はい、あちなみにヒロちゃんとチェルシー、はい、見た目超似てます。あ、マジですか、はい。さあ中堅がチェルシー、残ってんのが、はい、ミスター三上、うん、コンバット1戦。あ、了解、はい、三上とコンバット1戦が残ってるみたいです。残ってますね、はい、でこれがチェルシーさん、そうです、はい、さあ白黒跡がない、3人倒すしかない。対するオロガは1人倒せば三つ止めでしたっけ。これでもし白黒が全員倒してしまうと三つどもえになっちゃいます、ね、あ、オロが倒すと、あ、なるほど、白黒勝てば2勝なんだ、1位抜けと。さあ中足の振り合いから大パン、やっぱ結構やっぱオロはチュンリー苦手としてるっていうか、まあ、やっぱきついカードみたいな。いや、きついでしょう、はい、だって俺もサードマニアックスとかで、はい、もう何千何 何万試合も見てるけど、はい、オロ使いなんか全員チュンリー超きついって言ってるもん。そうですよね。このブロック、チュンリー、はい、チュンリー、なるほど、ね、トゥエルブオロ。あ、でも逆に言うとさ、はい、トゥエルブとか本当頑張ったんだね。すごいですよね。ああ、さあ手堅い。あ、でもチェルシーさんは、玉ですね。うんうん、うん、はい、SA は玉選んでます。さあ白黒が固い立ち回りで赤ブロー、下ブロ取っている、これははまらないが、さあ置き攻め選択、二択はしっかりガード、発見暴れて猫取ってる、うまいですね。スタンはしない、大パン。名古屋勢ね、かなりオロ研究 してるんで、はい、結構いいっすよ。さあ白黒も落ち着いてますね。さあどうなる、中盤、あ、コパンド落として中継、さあ下中継から確認保育戦、大体から無理しない、おお、スパッと、すごいなんかPC みたいな、おお、あーっと、これはチェルシー踏ん張りましたよ。踏ん張った。さあファイナルラウンド、さあオロ3マックスどうなる？チュンリーも 1.5 ありますね。中足？さあどうなる？ダッシュ投げはしっかり投げている、投げ返し予想？上も逃がさない、移動投げ、上逃がさない、白黒スパッと、うわーっと、これはなんだ、なんかいっぱいある、あれ不能連携、なんかすげえいっぱいありましたけど、うん、投げて中継、すごい、チラシ削りにいかない、硬い、投げる、白黒踏ん張る。じゃあ副将はどっちだ、三上かコンバット一善。松田さん、会場こんだけ人いるんですけどシーンとしてますよ。いやもうこれしか見るもんねえからだよこれしかもうやってないからね、みんな見てます、すごいですこの静けさ、みんな見てます。あ、はい、コンバット1戦っす、先行きましたね。さあということは大将残っているのが三上ですね。三上さん、はい、だって俺たちの声がすげえ響いてるよ。いや、すげえ響いてます。なんかここまでシーンとしてるとなんか恥ずかしさすらあるぐらいですね、喋ってるのが、うん、そうだね、だいぶ俺も今恥ずかしいなんか恥ずかしいですよね、うん、ここまで。
まあ、いやでもまあ、まあ、みんななんか今一人変なの映りましたけど、あいましたね。あらあらあら、女性ですか、女性ですかねこれ、うん、なんかちょっと違う感じしますけどね、何よみたいな感じで。やっぱあのすね毛とかもケアしてるんですかね。あ、全剃りっす。あ、全剃りっすか。はい。完全体です。さあ集中して、注目のカード副将コンバット一前 VS 大将白黒見ていきましょう。さあ玉ですね。猫相打ち、タイパン、猫パン、上を落とす、上がすごいですね。早い。うわーっと投げ誘いして、いや今のうま。さあタクはこっちは玉イドロゲ、ハイジャン逃げる。確かコンバット一前さんも結構即死っぽい連携持ってんすよ、はい、かなりしかも強いですよ。ネタがグラップ投げて、投げ移動のゲン長いゲン、いやこれすげえプレッシャー、うわー投げる、歩いて投げる、うわ集中しております。白黒チュンリー、さあゲージはあります。空中投げ、ここで玉、さあヤギョ中断、さあゲージが欲しい。コンバット一前、うわーっと投げすかり見逃さない、放役戦投げて、うわー、さあ距離を取る、どうなる、これは放役圏内か、ちょっとすみません画面が見づらいんでダメージが分かんないですが、うまい、上はしっかりと、いい軌道投げ、すごいプレッシャーがすごい、球いい投げ、うわくー投げ、これで大将戦です。集中力すごいですね、すごいですね。三上も多分やりづれだろうな、うん、さあ大将戦、いや頼れる男白黒ですねこれは、うん、さあ残るは三上さん、大将戦笑顔です。もう楽しくやろうみたいな感じですね。まあ三上そうっすね、はい、やりたくねーとか今言ってんじゃないですかね。顔がそんな感じでしたけど、回ってきちゃったみたいな、はい、まあでもマシンいる限りどこでも回ってきますからね。まあそうっすね。でこのチュンリーの応援団もね、はい、白黒やっぱ持ってますね。まああと集中力がすごいですね、はい、すごいですね、とにかくなんかこれ見てると夏の陣とかで軽い気持ちで誘ってるのなんか申し訳なくなってきちゃいますね。結構もう本当の本当のガチ勢ですね。本当のガチですからね、うん、さあ見ていきましょう。移動投げ中段めくって歩きガード発見、玉、いや僕も白黒とか仲いいんですけど、はい、でもさすがに三上応援しますわ、はい、ここまでマシーンだと、そうですね、うん、ここまでマシーンだとマシーンとかしてますよ集中力が。さあ体力リードは三上おろ相打ち発見、なかなかおろがやっぱアッパーを入れる機会が少ないですがワンチャンをつかみたい。さあただマシンが許さない、間合いがうまい、中足放役戦、いやーきつい、無理しない、歩いて中足、さあリーチをかけたの白黒チュンリー、集中しております。さあ一発当てたい、当てればわからない、ひど投げ、距離取る、くぐる、はっけ、無理をしない白黒チュンリー、歩きでプレッシャーかけるが、まあ、今珍しく移動投げが立ち中継化けましたけど、ね、まあ、問題ないといったところでしょうか。
グラップ投げて打ってく勝負グラップするあぶなーい。どうグラップ手堅い怖いお互い怖い中継上は通さない砂漠性が早い一回距離取ってさあ残り28秒現第一中継保育戦これは残るか残ってどうするああ当たらない全てを吐き尽くして全てを吐き尽くしたが当たらない。いや勝ったのは白黒チュンリー、おめでとうございます。これで二次予選が全て終了となります。二次予選全て終了となります。終了ですね。結果の方をザハッとね、集計終わったら舐めてみましょうか。いや全て吐き出しましたけどね、最後もうあれしかなかったですよなんか久々に見ましたよあれいやでも集中力がすごかったですね、マシンは。そうですね、はい。つうかあのでかい球初めて見ましたよ、本当あれ当たんないっすね画面端いかないっすね、あれ。あれ知ってたんかな、白黒さんは。あいつはマシンなんで絶対知ってましたよ。知ってますかね、うん、なんか後ろ入れっぱしてましたもんね、もう諦めたのか分かんないですけど。さあちょっと結果発表をしたいので少々お待ちください。そうですね、はい、チュンリー5はでも白黒以下は以外の人たちもうちょっと頑張らないとダメですよ ね、はい、そうですね。なんか配信でこっちに回ってくるときに白黒対3人ぐらい残ってるんで大体3人ぐらい残ってますからね、はい、いやでも暑かったな。そうですね、はい、プレーオフはあれですかね、今日出てない選手で誰かマイクやってもらったりしたいんで、はい、さっきショウがいましたね。そうですね、ショウさんと俺とショウみたいですね。あ、なるほど。まあ誰かいたらちょっと、はい、あれですけど、いなければ俺やりますよ、はい、ちょっと進行の方結構大丈夫っぽいんで、はい、安定してますね。もう結構でもあれですか、どこだ、なんかレアキャラみたいに残ったんですかね。いや、それを今、はい、集計で教えてもらいましょう。さあ続々と集計集まってきて、決勝トーナメントに直で行けるチームが、はい、7でプレーオフ の、 そうです、ね、のこれから敗者復活戦があるんですが、はい、決勝トーナメントに行くチーム発表したいと思います、はい、お願いします。これさすがにあれだよね、パワポ間に合わないよね間に合わないかな、さすがに今来たばっかだから間に合わないよ ね、 そうそうね、はい、じゃあ読んでいきましょう。はい、じゃあ決勝トーナメント進出を決めたのが、はい、1ブロックはゴレンジャイ、 ゴレンジャイ、メンバーが比嘉、リンゴ、ゴエ、はい、レッド、松下、いぶきチーム決勝トーナメント進出です。おめでとうございます。おめでとうございます。2ブロック、はい、2ブロックは、チュンリー5が抜けておりまして、メンバーが高尾マン、鈴、一平、はい、マイケルタン、白黒。白黒、いやこれ白黒の活躍すごい多かったけど、はい、他のメンバー超強いのに、いや、どうしたんですかね。どうしたんですかね。ちょっと毎回白黒対3人ぐらいいましたよね。説教じゃないですかね、白黒さんからの。そうですね、はい、お説教きますよこれ。マイケルタン、高尾マン、鈴くん、一平ちゃんはちょっと説教受けてください。説教受けた方がいいですね、はいはいはい、じゃあ3ブロック1位通過、うわまたチュンリーですね。さすがに力丸、もち、檜山、パール、タロキチ、はい、3ブロックもチュンリーチームが抜けております。4ブロック、4ブロック1位通過はスピードスター、はい、ケイ君、ケンゾー、ロシヒカリ、フロ、コウダイ、はい、まあレアキャラでもないけど、まあヤンが決勝トーナメントにいるのは、ね、ヤンって毎回いませんか。結構毎回でもないと思いますよ。なんかいますよね、ヤン5は。さすがですね、はい、でもまあでも決勝トーナメント行きおめでとうございます、はい。5ブロック、ね、1位通過、さすがの黒帯、はい、メンバーは富永、三村、はい、チャンス、ボス、チバッチです。僕結構優勝候補なんじゃないかなと思ってるんですよね。それみんな持ってます、はい、みんな持ってますか、はい、
あ、でもまあチュンリーもいっぱいいますからね。そうですね。はい、じゃあ6ブロックの1位通過見ていきましょう。6ブロックの1位通過、はい、おーっとここで来てますね。いや、ここ何が意外かって、どうですか、大抜きチームがいるのに、はい、上がったのピザビースト軍団っす、はい、あ、U5 はやっぱ勝ってんですね。あ、いや、ここもすごいんだけど、はい、こっちがすごいじゃないですか。あ、そうですね。6ブロックはですね、かなり厳しい組み合わせだったんですが、ピザビースト軍団が上がってます。平畑さんが5立てってことですか、これ。1回5立てしてますね、はい、メンバーは黒人、F、ロリー、ヨモダ、平畑。いや、我らが F いますよ、我らが F。 はい、6ブロック1位通過はなんとダッドリーファイブです。まあ、なんとっつったら失礼なんですけど、おめでとうございます。ただユンとかチュンリーが いや本当ですよ、いっぱいいるんで、ここ抜けたらお見事です。そして7ブロック、あっと、ここも7ブロックもダッドリー抜けましたね。ダッドリー抜けてる。ここもすごいっすね。下町ロケッパー、はい、天ぷらさんとオロチノッポさん、カニさん、金谷さん、後藤さん抜けました。決勝トーナメント進出。すごい。あ、U5 が破れてる。すごいっすね。で、なんか情報としましてはね、はい、ゴーキー、ケン、はい、ユン、はい、これが決勝トーナメントにいないの超久し、超久しぶり。てか、まあ確かにユン絶対ゴーキーとユンなんかいるイメージありますよね。絶対いますよね、はい、そこがいないんですよ今回。すごいな。でもダッドリーが2チームいるのもなんか初じゃないですか。多分でも本当珍しい、ね、珍しい、ね、トップ8に2チームいるのは珍しいですよ。でも、あ、ちょっとさっきの画面見せて、久しぶりの、ゴーキーがいなくてユンがいなくて、はい、ケンもいないっていうのは本当に久しぶりなんですけど、はい、あと1個の枠があるじゃないですか。そうですね、そうなんですよ。今から始まる、はい、今から始まるプレーオフで、これ地獄ですからね、結構代表者戦の地獄のプレーオフ、プレーオフ、はい、こちらがありますからね。あ、でもこれ誰出るかまだ分かんないですもんね。まだ分かんないですね。そうだ、俺らでも分かんないですよ、はい、代表者戦なんで。これはブロックが分かれてて、そうで、トーナメントってことですよね。そうなんですよ。あ、でもなんか予想はできるけど、はい、あの紙があるんで、ここはこいつでしょうとか。でも、あ、ここも落ちちゃったんだって言われてるとこもありますけど、まあ、代表者出てきますからね。そうですね、まあ、ぬきさんとか、まあ、やっくんとかね、落ちちゃってますけど。じゃあ予想してきます。はい、これ予想とかする時間あんのかな。あります。あ、でもまだなんかいろいろ大丈夫、いろいろやってるから、はい、じゃあ1ブロックから見ていきますか。まずね、はい、このユリアンチームから予想しましょう。はい、RKF、はい、消防、パンピーナ、はい、島野、浩二さん、はい、これ誰来ると思います？消防さんかな。RK さんか、島野さんかなって感じしますね。全然俺と噛み合わないですね。わ、はい、かりました。じゃあ2番目のチーム見てみましょう。仮面舞踏会で、はい、相原さん、ルミナさん、ロボットさん、猫汁さん、高橋さんだと誰来ると思います、はい、僕は相原さん来ると思いますね。でも相原さんやっぱ結構まあ、ジャイアントキリングって言ったら失礼ですけど、あのビギナーズのチャンピオンカーニバルとかももう9で結構、まあ、優勝とかしてますから。なるほど、ね、やっぱ大将っていうかそういう大舞台には強いのかなって感じしますけどね。なるほど。じゃあ次行きましょう。まこつさん、たくさん、神代寺子くん、つぐまんさん、大渡辺さんだとこれ剣誰来ると思います？剣、これ難しいっすね。難しいっすね。松田さんなんかどうですか、剣使いとして。いや、これ難しすぎる。難しいですよね、はい、ここ飛ばしましょう。はい、圧線も飛ばしましょう。はい、で次が、チュンリー5の海外勢。海外勢、ここもちょっとあれですね、はい、全員チュンリーすぎるんで分かんないんでやめて。スパルタン X は、あ、これもユリアンか。スパルタン X、 じゃあ予想します。ヘブン、滅殺野郎、はい、アナゴ、はい、ブリーチ、ゾット、はい、僕はゾット君だと思います。あ、本当ですか。ゾットさん、僕ね、アナゴさんちょっとやっぱ復活勢としてちょっと見たいような気持ちもしますね。なるほどね。はい、で次のユリアン5が ユリアン多くないですか。多いね。ハチミツボーイ、ノッチ、アオイくん、ハラノ、ヤマトラ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 ユリアン5なんですね。見て、誰が出ると思います？これでも、いや、最近ハラノとか県に行ってヤマトラ、まあ、メインじゃないじゃないですか、うん、だからまあハチミツボーイかなって感じしますね。僕は、はちみつボーイくんか、葵くんどっちか。うん、まあそうですね。だと思います。それから、ここじゃあ予想しません？あ、カズヤ、桜田、上松、田島、元気のアレックス5。これでも、どうなんですかね。いや、大体の人元気って言うじゃないですか。でも、これね、桜田さんも面白いと思うんですよ。桜田もね、はい、あるんですよ。あるんですよね。
これ予想は結構わかんない。どっちが出るんでしょうかね。はい、はい、それでは次のチームラオウ MOV、 これ2人しかいないんで、はい、まあ MOV だと思いますね。そうですね、2人しかいないんで。じゃあこの県チームいきます。エース渋谷、はい、屋根ニス6、これはねニスだと思う。ニスですか、うん、ニス県。俺はね、そうです、まあ僕もニスさんかな。じゃあ次の県5、はい、県チーム全部落ちてんじゃん。全部落ちてる。はい、じゃあ刺激、はい、KM、はい、キラキー、はい、ピンツー、はい、ヘボリュー、はい、これ誰だと思います。これは絵的に僕ヘボリュー出てほしいです。見たいですヘボリュー。なるほど、はい、でも僕はそんなみんなの期待を裏切って、はい、刺激だと思います。はい、じゃあ次のオロチーム、はい、バナオ、宗像、コロ、はい、タナトス、403。これむずくないですか。これ俺ね、はい、俺ね宗像さんだと思います。まあまあ宗像さんかな、まあ、コロでもいいかなって思うんですけどね。じゃあ次宗像さんかな。誠チーム C13、フェイク、ダンカ、徳さん、黒野。これはね俺は徳さん、はい、徳さんかな俺は。徳さん、うん、僕は C13 さんとか面白いんじゃないかなと思いますけどね。じゃあその次の Q5、はい、あ、これ一番難しいよ。ここ難しいですね。マサ、アウト、はい、本物、タカ、はい、TM。 これやっぱマサさんか TM さんなんですかね。でも本物さんも相当強いですよ。相当強いんですけど、やっぱ大舞台にでやっぱ見せてくれるっていうのが、まあね、やっぱどっちかだかね、はい、予想できないけど、うん、難しいですけどね。どっちかって言ったらどっち。僕はまあ僕結構派手なプレー好きなんで、やっぱ TM さんはちょっと見たいかなって感じです。わかりました、はい、じゃあ僕はマサで予想しておきます、はい、じゃあ次ダットリーファイブ。あ、ダットリーファイブも結構落ちてるんですね。そうですね。旦那、藤原、素敵、はい、カゲッチ、はい、国松。これあでも、まあ、個人的には藤原さんのやっぱよく対戦してるんで見たいです。藤原さんがていうか 100-0 で藤原だと思いますよ、はい、まあまあまあ代表者決まった。決まった全チーム代表者決まったそうです。今の予想がどこまで当たってるかっていうのが分かりますよね、はい、縦線引いたやつ。さあ RKF さん代表です。あ、当たりましたね。当たりましたね。相原さんも代表です、はい、当たりましたね。あ、ここは誠さん、誠さん、はい、こけし君、こけしさん、それからあ海外はフェイスさん、はいはい、そしてブリーチ、あ、ゾット君じゃなくてブリーチ君が行くんだね。そしてハチミツボーイ。僕たちの予想やっぱ大体ほとんど当たってますね。で、あ、やっぱこれ元気、みんなの元気、普通に元気がされ、うん、まあみんなの元気、はい、そしてまあ、MOV、はい、ニスヘボリュー、そして宗像、これなんか競馬やっときゃよかったの。そして俺の予想も全部当たってますよ。当たってますね。徳さんそしてマサ、そして藤原でショーン K、これはあれです、はい、さっき予想がここまで言ってなかったですね。タックル松田っていうショーン5、はい、なぜかプレーオフまで残ってます。頑張ってくれてます。そこのショーン K さんのタックル松、はい、あ、タックル松田っていうチームのショーン K さんが代表者です。え、ちょっと松田さん、あれ時間ちょっとあるならちょっともう一回これ見ないでちょっとだけ軽く予想します。第3ブロック、あ、3ブロック、はい、見ないでパパッと、いいですよ。じゃあ空の3ブロックの紙あります。空のこんなことしていいのか。あ、でもまだ大丈夫ですか、ね、時間あるのか、はい、じゃあ予想しますか。結構当たったじゃないですか。すみません、視聴者の皆さんは、はい、今ですね、対戦の準備してますんで、はい、僕たちの雑談に少しだけ付き合ってください、はい、じゃあこのチーム予想しましょう、はい、パワースポット高千穂、これはまあカレーさん、はい、超松田町、シエ、マチケン、デシケン、まあ、まあまあデシケンさんかな。デシケンだよね。でもシエ君もすげえ活躍してました、はい、そうですね。じゃあまあデシケンで次の悪質タックル、はい、エド、キー、コバ、タナカス、アルチュー、これ誰だと思います。これエドさんだと思いますね。僕は江戸さんかな。じゃあ俺コバさんで。コバさん、はい、はい、じゃあ次、誠チームで渋、シンタ、はい、ルカ、はい、ソーマ、コチア。あ、これ難しいな。俺いけるよ、はい、俺渋くんだと思います。
じゃあ僕はチームメイトのシンタをじゃあ押します。わかりました、はい。あ、もうマイク、はい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 、ごめんなさい、ほんとすいませんすいません、ちょっと予想やってたらもう大会の準備できたそうです。いや、ちょっと、あ、もういいや、いいや、もういいっすかね、ごめんなさいはい、じゃあ、うん、僕たち、はい、今喋りましたけど、プレーオフの方はですね、はい、先ほど大活躍だった白黒くんと、翔さんの方にマイクやってもらうことになりましたので、はい、拙い解説でしたが、松田でした、はい、すいません、なんかちょっと黙っちゃったりしてすいません、松田、西川コンビ、はい、引き下がります、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。黙っちゃってる部分もありました。見入っちゃってる。
はい、こんにちは。はい、こんにちは。ユン使いの翔です。チュンリー使いの白黒です。よろしくお願いします。ちょっとプレーオフに関してはこの2人でちょっとお勧めさせていただきますので、はい、視聴者の皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もうスタートになるのかな。あ、そうです、もうすぐ始まる感じですかね。はい、ここが落ちてるかっていうところをちょっと最初は映しましょうかね。そうですね、ここが 3番筐体の MOV 対ニスケンですね。はい、ここまあでも2人チームだからね。で、まあ、もう準備終わってるからこっちの影を、あ、どうなっていくのかっていうのをちょっと進めていきましょうか。はい、さあそしたら地獄のプレーオフ始めましょう。まずはプレーオフ A ですね。でここが、抜けると、勝者のまずは三つどもえ、 A ブロック内での三つどもえ、はい、でその後に B ブロックのトーナメントプレーオフが始まるという形ですね。はい、でさあ、はい、じゃあ始まりましたね。見ていきます。まずは波動で大きくしていく。すごいですよ、ね、さあまずは展開としてはチュンリー側はどんな感じでいきたいんですかね。あー、やっぱゲージを早く溜めたいですよね、はい、やはりですけど、やはり剣は基本も火力があるんで、はい、攻めてよしというか、剣側は前に来てほしいんですね、チュンリーとしては。あー、なんかどっちでもいいですよね。行かなくてもいいし、行かないと見せかけて行ってもいいしってことで、はい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 、主導権結構剣にあるとは思ってるんで、って言ってるうちに中足で猫パンチで差し返していく、ね、1ラウンド取ったのは MOV。 さばけるとこれぐらいの試合展開になるんですけど、はい、これまた剣のやっぱ逆に盾が強いんで、1本溜まるとチュンリー側が技が振れなくなるんですよね。そうですね、もう保育のおまけがどこからでもついてくるんで、はい、剣側結構苦しい動き、苦しい戦いになる。おー、勝負の1点だ。ただ体力があったんで、はい、あそこは一回見せといてもいいかもしれないですね。そうです、ゲージもないということで BA1 回挟んで、リスク管理がすごいですね。ミスター中足歩いて、中足しっかり確認してる。あ、これ危なかったですけどね。ガードこんなんで勝負にいった。じゃあ次は、4番筐体見ましょうか。はい、これは林道家の仕組み、徳さん対マサキューですね。ここも落ちてる。しかし、マコトから1ラウンド取ってますね。これかなりきつい組み合わせのはずなんですけどね。そうですね、SM を、腹部の方で、はい、なんていうんですかね、いつもやっぱこういうきつい組み合わせばっかり、はいはいはい、なんかクーペ見てる気がするんですけどでもやっぱマサさんならみたいなところが、マサさんは見せてくれますからね。そうですね、でハートがものすごく強い人なんで、もうゼロドットだろうが何だろうがやってくるっていう。しかもしっかり確認して追撃で KO。 勝ったのはマサキュー。さあ次ですね、ちょっと他の筐体も映したいんですが、今年初のショーンチームが上がってきてる、まあ、上がってきてるというかやっぱプレーオフ A なんですけど、なのでちょっとそのまま4番筐体を見ていこうかとは思っています。ちょっとショーン5映したいですね、ちょっと自分の希望というかあれなんですけどで、その次が、森塚さん、あ、じゃあ藤原さんですね。藤原ダットリー、対、ショーン K ですね。レジェンドプレイヤー藤原。さあこれはどうなっていくのかっていう流れなんですけど、まあ順当にいけばもちろんダットリーなんですけど、あ、きついですけど、ダットリーがもうショーンとやったことないんじゃないですか、よく考えたら。あー、対戦の仕方がちょっとわからないと、組み合わせ的な感じですかね。ですね。なるほどなるほど。さあ始まりました、藤原ダットリー対ショーン系。SA はロケッパなんですね。あーです。あ、でも藤原さんは割とロケッパを買ってみたいなところがあるんですけど、ショーンの方が若干、あ、ハイトルの方ですね。ハイパートルネード、あ、優秀ですよね。優秀ですね、はい、セカンドの時は2本あったんで、あ、だいぶ強かったんですけど、まあ、サードになってからは、はい、ゲージがさらに長くなって1本。そうですね、ただっていうところですね、はい、減るんですよね。減りますね、あのゲージ量なんで、はい、当たればというところなんですけど、あと画面も押せますもんね、当たれば。そうですね、と言ってるうちにロケッパ
起きてね。あのゲージが溜めれないですね。なかなか。さあどうなるか。ショーンは行きたいんですけど、ダッドリーが押し返してショートスイング。はい。1ラウンド取ったのは藤原ダッドリー。あですがゲージが溜まるので、はい、これは全然わからないです、ね、全然いけますよね、はい、もう当たれば半分飛ぶ姿勢なんで、で画面端近くもついてくるという。そうですね、ただそこからのちょっとリターンがないのが、やっぱ1本 SA の、はい、ちょっと弱いかもっていうところですね。ですね。さあダッシュがものすごく速いんですよ、ショーン。そうですね、長いし速いしっていうところで、さあ取っていく、うまい、じりじりして展開になっていく。飛びはしっかりと角を上を通さない、ケアして反撃をしない、あっ中盤ドルネード、これは一応確認ですね、確定ですかね、確認ですかね、だと思います。投げて埋め込み中盤、これありますよ、ゲージもまあ若干回収してるんで、はい、まだいけますね。ダッドリーもあるんで、ダッドリーがもう2本溜まってますね。これはちょっと1回転ぶとちょっときついか、しかし投げが取って、割とショーンの人もショー計算、はい、もうなんか硬さが感じられないというか、そうですね、しっかりと動いてますね、はい、あとまあステップがやっぱり早いので、その展開の仕方がうまいですね、うん、そうですね、あ早いですね、投げて、そうこれ決まるって本当に分かんないです、分かんないですよ、小足3つからのハイバトルネード、こっからですね、めくって中足ショーンが勝った、すごい、ショーンが勝ちましたよ。これ良かったです、これすげえ試合見たな。じゃあ次は3番兄弟いきましょうか。3番兄弟ですね、ここは剣1人ですね、ヘボ…あ、ごめんなさい、次はどこだ、宗像さんのオロと宗像さんの M of Day ですね、これまたすごいカードですよ、コンボが入って、宗像さんもチュンリー戦そんなに苦手としてないんですよね、あむしろやっぱ大好きだ、大好きな類なんで、はい、これはスタンチがビヨって中盤踏み踏み、中盤踏み残らないかな、しっかりと倒していく、1ラウンド取ったのは宗像オロ、すごいですね、この組み合わせかなりきついですよね、でももうなんかでかいのが取っちゃうともうそのまま帰ってこないんで、だいぶさっきの白黒選手の、はい、やつも見てましたけど、あ、はい、ちょっと頑張りました、私だいぶオロはきつそうなイメージなんですけど、ですけど向こう側も結構気軽にとは言わないですけど、はい、中盤ガードされて半角とかもないんで、あ割と当たったら美味しいって感じですけど、こっちはもう食、まあ、らったら行き過ぎなくてもいけるっていう感じですかね。そうですね、これ自分は結構言うてキャラさそんなにないと思ってます。あ、この組み合わせですか、はい、立ち回りは確かにきついんですけど、はい、投げと中盤刺さっただけで終わるんで、本当にあ、そこからのガードフの、はい、期待値込めたキャラさでいい勝負だと思ってます。五分に近いっていう形ですね。チュンリーが有利なのは間違いないんですけど言うてなんかその一般的に言われてる差はないと思ってます。投げて後ろに投げてのヤゲを、そう飛び申し、俺はゲージないがガードしている、踏んでいく中段ですね。さあ、EX 膝、ここ返していく、確定なんでしょうか、ワン、距離からの寄らないかな、次ですね、さあ、下部の宗像も負けていない、ピヨンか、上が見えてる、すごいですね、さっきの下部の八景とかだったらすごいですね。次どうしましょうかね、1番筐体か4番筐体、あどっちにします、1番筐体、じゃあちょっと打ちしていきましょう、1番筐体いきましょう、はい、1番筐体はRKF さんと RKF 対どっちかな、ケンコケシさん、コケシさん RKF 対コケシ、チラシ、さあ時間が10秒切ってますが、すごいですね、ケン逃げてや、ケンユリアンで10秒1ラウンド目切るっていうのはすごいですね、かなり強くないとならない、硬い試合になってますね。そうですね、これはあーっと、いや素晴らしいタックル、さあ、RKさんはコンボがとにかく高いと、コンボ職人ですからね、はい、見せる動画じゃなくて、はい、実践的な
あのペンボの方をあのなんていうんですかね、実際に本当取り入れてる人だなっていうのは、しっかりと倒せる状況も良くなるコンボを選択していくってことですよね。そうですね。これがまたおっとヘッドが入ってバックステージ、バックステー投げ読みですね。ただ剣側も結構行きたくないんですよね。この組み合わせとかこの状況はちょっと行きたくないですね。そうですね、なんかで終わっちゃうんで、ダッシュタックルを竜巻で返す。さあダッシュヘッドヘッドタックルからのウェイス、繋がってはいませんでしたね。あれただ猶予あの1フレしかないんですよ、上張りからポパンっていうのが、あ、上張りですからのしゃがみコパンタックル。そうですね、あれが猶予1フレしかないんで、かなりむずい、はい、投げてコアコパン2回からの、さあこれ上か下か取る、しゃがだいしゃがだい、ゲージが溜まる、どっち、さあナイスガードでしょうか。ナイスガードですね。さあ剣側ちょっときついか、ここ切り返せれば、しかし飛びは通さない、飛びは通さない、あーこれは漏れてしまったか。そうですね、ちょっと漏れたか。次は3番筐体いきましょうか。3番筐体はここは MOV 対マサですかね。あ、ですかね。これが三つの萌えの代表者決定戦っていうんですかね。そうですね、A ブロックは一番上まで上がると三つどもえ戦です。なのでこれに勝つと三つどもえになれる権利があると。でも三つどもえの権利ですからね、はい、そうですね。でもしかもこの後にプレーオフ B が待ち構えてるってことを考えると、なんでプレーオフ B の人はあの MOV さんが上がってくるかもしれないっていう今恐怖と戦ってるんだと思いますね僕は。この組み合わせ的には、まあ、もちろんチュンリー側が有利は間違いないんですけど、はい、結構チュンリー使いのみんなから話を聞くと、はい、めんどくさいっていう話をよく聞きますね。あーやっぱこれみたいな感じで飛びがやっぱ強いんですよね Q は。あ、 Q 側の、はい、これ確定ですね。ダッシュただ減らないんですよね。 PA2 回なんで、そうバラシグしゃがみくらい、ここは行くべきなのか。お、ね、今の本当は行った方が良かったんですけど、しっかり硬くなってから行きましたね。まあ、ゲージもちょっと欲しいですけど、はい、チュンリー側のゲージが溜まるともうちょっと手がつけられなくなるっていうのでちょっと難しい状況でしたけどね。そうですね、あの8系連打されてるだけで止めれないっていったところで、中足もよくライパン、さあ繋がってますねこれ。さあゲージが溜まる、連携をやっていくが、ここは少子回数、さっき2本使いましたよね、はい、チュンリー。あーそうですね、もう 1.3 ぐらい、もう1本半近く溜まってますよ。あーこれはしっかり大空の膝で MOV さんが勝利、はい、3ブロック、どうすると3番筐体は MOV さん一番筐体やってますかね。そうですね、一番筐体でちょっとお願いします。一番筐体いきましょう。これはここはアレックス対ユリアン、RKF アレックスですねと、はい、元気かな、あ元気さん、はい、元気対 RKF、 これも勝つと三つどもえの権利ということで、さあ裏アタックルもしっかりうまいですね、読んでる。さあコンボが難しいんですよアレックスっていうのは。アレックスですか、はい、うわでも嫌な位置にいますね、壁が手前張りが、しかし元気心投げ帽子の台形ありますよ、これどうなる、元気ならまだありますからねここから、はい、あーっとサイズキック、ね、読み切ってましたね、はい、立ち台ユリアの立ち台形ってサイズキックって言われてるんですけど、1フレーム目から後ろに下がるんですよ。そうですね、なので投げも回避しつつ中段でなんか追撃というか技が出せるんで、はい、あーっとこれはコンボ動画じゃないですか。あーっとおーうまい、あそこで多分スフィアが当たるんでしょうね。そうですね、そこからまたなんか始まったと思うんですけど、やはり難しいアレックス。おお、ダッシュが見えている。あー、また始まってるやつですが、今度は前端を優先的に取った、投げてあー減りますね、帝王ボム減りますね。今残るかなと思ったんですけど、ドヤ顔で RKF がこっちの顔見てましたね。いやー減るんですね、ユリアの投げ。これでもやっと A ブロックの三つどもえ戦の権利ですからね、になってこれを全部制しても次の
プレーム B のもっとやばい人たちのトーナメント一発勝負に行かないといけないって、あの私行ったことあるんで分かるんですよ。でも 抜いてましたもんね。あの頑張りました、すごく頑張りました。あの時すげえ集中してたの。集中力落ちないよね、白黒。開店から閉店までサードモンスター休まずできます。なんかの宣伝みたいになってましたね今お店みたいになってましたけどすげえよな。これ今 RKF さんと MOV さん、はいはい、しか今ちょっと分かってないんですけど、実はあとは、第3ブロックでやってたところですね。これはどっち、第3ブロック、ね、本当はちょっと映したいんですけども、ちょっと配信がちょっと難しいということなので、ちょっと配信台を優先させていただきました、すいません。第3ブロックは少々お待ちくださいね。出てきましたね。第1ブロックがレビリオンズ、レビリオンズ、レビリオンズ代表者は RKF、 リベリオンズ、反逆とかでしたっけ。あ、そういう意味なんですか。確かなんか 今のチームにすげえ合ってますね。反逆していきましたね。さあ、三つどもえの準備ができましたかね。あ、これ、結局3人目というのは、2ブロック目が MOV で3ブロック目がパワースポット。あ、高千穂さん、高千穂、あ、デシケンさん、この3人は面白いでしょう。マジか、贅沢ですよ、これを一つの筐体で映せるっていうのは。これちょっとやばいですね。 まずはデシケン対 RKF、 しかもこれがプレーオフ A、 プレーオフ A、 これがプレーオフ A ですからね。デシケン対 MOV が3つのプレーオフ A。 大変な、これがクーペレーションなんで、大変な、もう本当に大会ですよ。皆さんもうよだれものだと思ってるんですけど、しかもこれを上がったとしてもプレーオフ B に、はい、ヤックンのチームいるし、はい、抜きさんのチームいるし、自分も A を頑張って勝ったと思ったら、1回戦がヤックンさんで2回戦は SHO さんという人でしたね。地獄でしたね、本当に。負けたけどね。いや、頑張りました頑張りました。悔しかった。私頑張りました。さあ、もう始まる模様ですね。2人とも準備は整ってます。さあ、移していきましょう。 RKF 対デシケン、素晴らしいですね。これまずは何を、大パン、 RKF は逃げて大パン溜めていく。ユリアン戦のデシケンさんというところで、あ、そんなにもう詰めてるんですか。もうなんか終わったっていう話聞いたんですけども、ユリアン、九州多いですからね、ユリアン。そうですね、本人が言ってる感じだったんで、もうユリアンは相当やったから大丈夫ぐらいの感じだったんで、盛らないですもんね、デシケンさん、そういうところで。そうですね、ユリアンが相当息苦しい試合らしいですが、さあ、ちょっと画面を押されているけど、ゲージが溜まる。コパコパ投げ、いやらしいですね。あるのか、投げて、しかしもうちょっと足りない。あっ、おー、マジか。ちょっと見ました。てか、あれでしか殺せなかったから、動画でしか今の見たことないやつでしたね本当にすごい状況判断ですね、今の。本当にあれしかないやつでしたね。あれしかないですね、今の倒すには。マジか。投げて、投げて、さあ、タッチジャック系投げ、投げて、さあ、これ見入っちゃいますね。これ見入りますね。ヘッド、ひよってない、中台で暴れて、陣雷、ここは表裏に行かずに、これ置き攻めもまた行きたくないんですよね。ユリアンの置き攻めってやっぱり強いんで、はい、投げいって行くセット来たら終わるんでただそこ陣内で返していく。さあ、ここはデシケンさん、定評があるんで、亀橋しっかり中足を、中足で返すと見せかけて、ヘッドで中足をすかして投げていく。あるぞこれ、タックル、タックルに対して陣内で切り返していきましたね。よく打ちましたね。よく打ちましたよ、本当に。あ、しかしゲージがやはりなくなってしまったので、ユリアンにはしかし火力がある。ここは投げを使用するとタックルが出ちゃうんですよね。そうなんですよね、歩き投げができないキャラっていうのが、ためキャラのちょっとかわいそうなところではあるんですけど。そうですね、でもその分いい思いもしてると思うんで、確かにどっちもどっちかなそっから倒せるっていうの結構ありますね、はい、裏に行って投げたつもりがタックルで勝ったみたいな。確定か、しっかり、しっかりと。しかしこれは行きたくないで、しげんさん、ヘッド、遅らせ遅らせ、ヘッド投げて、ミクサード、さあ、コアコパまだ倒れない、残りますかね、ゼロット、これでも
リとは言わないですけど、地獄ですね。投げに行くと見せかけて下がっての小足、ヘッドを見ながらってところですかね。そうですね、中足を出しちゃうとヘッド、さっきみたいにヘッドで覆いかぶされて投げられるっていうのが、下風呂の肘も届かない距離 で、ヘッドされてても大丈夫というところで、全てをケアされたやつでしたね。さすがの弟子健さん、さすがですね。2ラウンド目 の陣雷から、はい、結構その流れが変わったかなって、ね、このゲームすごい流れあるんで、なんかやばいと思ってやってみたら当たったから、あ、いけるって思ってみたいな感じでありますあります、はい。さあ次に座っているのがそのまま勝ち残りですかね。弟子健が座っていて、弟子健 対するは MOV。 いやー、これ素晴らしい。これがプレーオフ A で始まるんですよ。いやー、なんていうんですかね、これお互い相当思うところがあるんで。ただ多分 MOV はその剣戦そんなに苦手じゃないと思うんですよ、はい。で弟子剣剣も、はい、多分そんなにチュンリー、まあ、もちろん強いとは思ってると思いますけど、はい、そんなに苦手意識はないと思うんですよ。ないっていうか、もうなんていうんですかね、得意だと思ってるんじゃないかっていうのが。だ切り返しも2人とも上手いですし、差し返しももちろん上手いですし、そうですね、キャラ対からもうなんていうんですかね、もう読みからもう全部が一流同士の戦いじゃないでしょうか、はい。うん、結構その手をブロッキングが強いんで、はい、手を出すとまずい位置っていうの で、結構イゴイゴ、イゴイゴというか、剣は取って反撃確定させたいし、刺してなんか美味しいとこやりたいんですけど、まともに刺し合っちゃうとやっぱちょっとチュンリーが強いかなっていうところがある組み合わせなんで、弟子剣さんがやっぱ行くのか行かないのかっていうのはちょっとそこも見どころですね。そうですね、 MOBS は間違いなくさばこうとすると思うんですけど、さばくプレイヤーですからね、はい。弟子剣さんの最初の動きですね、はい、ここに注目したいなと思ってます。さあ始まりました。2人ともちょっと落ち着きを、はい、っていうところですね。大舞台に強い人たちなんで、まあ、緊張あるとは思うんですけど、はい、硬さはないんじゃないかなと思ってます。2人とも硬くならないですよね。そうですね、逆に大会の方が強いんじゃないかっていうぐらい。それまであります。さあ見ていきましょう。さあ始まりました。さあ行きましたね、開幕歩いていく昇竜拳。確認なんかなんで赤ブローを投げ返せ、ブロッキングで投げ、投げの方向間違いない。さあ展開が早い、投げで弦前風呂昇竜、前風呂中央昇竜、チュンリーもしかしゲージが、あっとこれはちょっと遅か、最大を取っていく、最大を取りに行く、見せますね、モブ。しかしこれ剣もちょっと距離裏回り八景、大昇竜だと暴れに負けるんですけど、はい、何読みだったのかな、膝、だいたい膝が背負い、早い方がいいんで、あ、スピードが見えましたが、1ラウンドを取られたが、ゲージはちゃんと残してる、弟子剣ガードしてますね。刺し返せ中足に差し返すのすごく難しいんですけどね。あ、もう人間には無理だと言われてるレベル。あ、確定が難しい。1番お互いゲージをしっかり持っている。エモベさんもちょっとゲージを溜めつつワンチャンみたいに、そうですね、なってるんで、これ剣もさらに中盤対空、これ剣内、まだ剣内じゃないか、これ多分残りますかね、若干残りますね、はい、立ちくらいなんで、どっち、大勝利。さっき同じ状況、まあ、近い状況だったんですけど、はい、8K 食らったじゃないですか、はい、なので、まあ、リバーサルちゃんと出てたんで、あ、暴れたんですよ。そこを MOV は多分さっきは埋めたから、まあ、陣雷客もあるし疾風もあるし、あ、そこのケアでいかなかったんだと思うんですけど、でも弟子剣さんが、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、来るなと思って、の昇竜拳、昇竜ですね。いや、熱い読み合いがあったと思うんですけど、二人ともの動きの一つ一つに魂こもってますね。やばかったですね、あれを赤取りに行く、あれをまず最初に赤を取りに行くっていうのもすごいですけど、からの飛びから最大、うん、いやこれで、これで RKF ユリアンが勝てばもう一度三つどもえですね。これはあれですか、2連勝するまでというか、あ、2連勝するまでなんですかね。あー、じゃあそれまでは続く感じの、うんうん、あ、そっかそっか、あ、
なるほど、次の代表者になる感じなんですね。でそこでもし、MOV ラオウチームが3周目いっちゃうと、 自動的にそこで弟子剣チームと RKF チームの一騎打ちになりますね。あ、なるほどなるほど。あ、しかしこれもまた去年の夏の陣で実は当たってる2人なんですけど、はい、あ、そうなんですね。めちゃくちゃ熱い試合をやってたんで、 RKF さんがその時は敗れてしまったんですけど、タク、さあでかいのが入るがゲージがないので、タッヘッド、すごいですね、浮き攻めでヘッド、台形読みですからね。ですかね。でも台形勝てるんですね、ヘッド。なんか、何かいろいろあるかもしれないですね。何かにこう、大体勝つみたいな。さあ、お互い一本ずつ溜まって、ちょっとジリジリしてきたか。ヘッド、溜め分割ですね、今の。あっと、これは入ってしまう。タックル、スピア、タックル、ダイバン。さあ、動かない、両者。MOV も前に行きづらいんですよね、この体力だと。ただ攻めに行かないとユリアンがゲージが溜まってしまうので。ですが、ユリアンはやっぱ技が長いんで、はい、ですね、今こういった感じで置きが強いんですよ。大パン、中パンに当たりましたか。そうです、立ち中パンに。ちょっとチュンリンの方が遅ければあれで刺せるんですけど、はい、ユリアン側の方が遅いとユリアン側が刺す形になるんで。なるほど、はい、そういう組み合わせになってるんですね。でもちょっと怖い大パンチでもあるんですけど。なるほど、僕ユリアン使うときに一生大パンばっかりしか打ってなかったですよ。何も考えてなかったです。最強のチョップなんでしょうがないやつですね。高烈ウェーって振ってたんですけど。いやーと言って。しかし中パンを前ブロー、1ラウンド目先取していく RK さん、これはリベンジに燃えてましたね、この人。絶対絶対負けないぞという気持ちが伝わってくる、はい、さあ歩いていく RK さん。やっぱ、はい、本当に硬い人で、はい、タックルエイジスとかって行くぐらいだったらもう2本貯めて、はい、来たるべき時のために備えると、はい、っていう感じのイメージの人なんで、これだから分かんないんですよ。なんか刺さっただけで。さあ1本使ってっていうところですけども、やっぱりそのゲージが大攻撃がすごく溜まるので。そうですね、ガードされても溜まるっていうところで、はい、なんですが、これもうなんていうんですかね、中足が刺さって砲翼線が飛んでくる。ユリアンも硬いんで、やっぱ砲翼線でもこのヘリ。あっと、これは膝、これはなんだなんだ、ちょっとミスったのかもしれませんが、十分減ってる。タックルが取る。さあゲージがないが、お互いゲージがない。これユリアン下がりながらゲージが溜めれるんですけど、はい、させない MV さん、クロス膝、怖いですね。怖いですね、今の。さあユリアンはゲージが溜まったんで待ってました。しかし残りますね。まだ残りますね。百列がちょっと危ない。あー、くぐる画面端ですよ。見えません。見えません、これは。さあここで決まったのは MOV ラオウチームですね、はい、まずはブロック A ですね、プレーオフ A を抜けました。からまだまだ地獄の、ちょっともうすごすぎですね。こんな熱い試合見れます？まだ半分ですよ。まだ半分ですよ、これ。そうですね。よく考えたら。こっからプレーオフ B ですからね。いやー、これもまた見どころある。これ試合だらけ。MOV 抜けてきたら、はい。あ、ギドラ対決ありますよ。実現なるかといったところで。今回だってギドラは3人とも別々のチームになってるじゃないですか。そうですね。ありますね。ありますね。あ、力丸選手のチームは、うんうん、もう抜けてるのか。あ、そうですね。プレーオフには行ってないんで。ですけど、このプレーオフは、はい、行ったことあるから分かるんですけど、はい、もう疲れるんですよ。勝ったらすぐ次の試合次の試合って言って、どんどん相手が強くなっていくんで、勝ってる人なんで。しかもプレ、あと前回、はい、シロニャンが抜けた時ってプレーオフ A から抜けてきたんだよね、はい、A から全勝しました。 A から全勝で今の MOV みたいな感じで、はい、A から全勝で抜けてきたんだね。そうですね。さあもう始まりますかね。準備の方はどんな感じでしょう。
さあここはまず始まるのは誰が出てくるのかな、これ英雄元年対剣スポーツかもしくは渋スポですね。多分出てくるのはここは一世なのかなと鉄山湖ユン対決。しかも割と一軍メンバーですよ。もう分かんないやつですね、はい、本当に。ここがプレーオフ B の初戦で3番筐体が関東連合ですね。5期1軍と梅抜き軍団ここにいるんですね。ですね、まあ、多分抜きさん、これも ここやばいですね。あのやばい、ここ3番筐体関東連合梅抜き軍団が抜けてどっちか上がってきたとしても次の試合が5点テイクケンジ RX さんのところかヤックンのところですね。ヤックンさんも負けたってことですか、これ。あ、そう、ヤックンのところがね俺見てたんだけど、はい、ケン5、町に松ケン選手率いるケン5に負けて、なるほどなるほど、ただそのまま行くのかなって思ったんだけど、はい、そのケン5もダットリー5に負けたんだよね。なんか弱肉強食みたいなことです本当にマジかと思ったんですけど、まあでも本当に、まあ、強かったですね。ダットリー、まあ、後藤っていうダットリー使いが、はい、まあ、南浦和のビッグワンっていうゲーセンでやってるんですけど、はい、まあ、やれる時間はそんなに多くはないんですけど、はい、まあ、そのやれる時間をどうにかして見つけては練習対戦で経験値をどんどん上げていっている選手なので、はいはいはい、まあ、決勝リーグ上がってるんでここは注目プレイヤーですね。なるほど、後藤だっとりということですね、はい、さっき思ったんですけど、はい、あのギドラ対決あるかってちょっと言ったんですけど、はい、逆もありますね。あの勝って抜きさん倒したと思ったら MOV さんとか、あのギドラ連戦、連戦ギドラみたいなギドラ連戦きついな、時間一応あるんですけど、ま、割とそれもあるプレーオフ B なんで、はい、それがプレーオフ B ですからね。あ、でも自分も似たようなもんです。あのヤックンさん倒してあの翔さんとかも似たようなもんだと勝ってんじゃねえか。いやいや、だ頑張、私頑張りました。あ、なるほど。最初どこにしましょうかね。一応4番筐体が最初の筐体はどこでもめっぱくんですね。悪魔の実のネクロ。そうですね、悪魔の実。誰がまず出てくるのかっていうところではあるんですけど、じゃ各チームやっぱりそのトッププレイヤー層が絶対一人はいるんですよね。そうですね、なんかエース的な立ち位置の人がいると、うん、分かるところは分かりますね。この人が来そうだなっていうところが。でそうなってくるとその人にやっぱりそのチームって5人チームだから、はい、その人に全部を託してる。1回戦全部用意どん。あ、そうなんですね。1回戦用意どんなんですね。なるほどなるほどなるほど。そうすると 1,2,3,4 のこっち側が筐体に移るってことですね。あ、じゃあ左側のみが、はい、配信。そうですね。そうすると、あ、何なんだあなたさ、前年度、はい、あ、これはルシファー選手率いるレミ一軍、はい、見たいところ多いですね。対これリューファイナルってことはクニさん、クニのところです。ここにしましょうか。あ、見たいですね。ここにします。はい、あとは、ただ上もちょっと気になるやつですね。そう、上も見たいんですよね。ユリアン5対ケン5、英雄元年、太平、シャドウムーン、堂島、カロリーヌ、今、まあ、太平が出てくるのかな、ここは。やっぱ太平さんなんですかね。ただね、そのシャドウムーンっていうのが、あ、知ってます、その RX さんの弟なんですけど、はい、すげえ強いんですよ。わかります。しっかりしてるし、はい、で RX さんとはまた別のスタイルなんですよね。そうですね、なんか似てるなってあんま思ったことはないんですけど、かなり硬い選手で、はい、ここのどっちかが出てくるのかなっていう感じですね。多分ケンスポーツに関してはマツケンなのかな。あ、そうですね、マツケンか森 B なのかな。森 B さんも割と自分一押しプレイヤー、森 B さんなんで。大会強いですからね。いや、ノジアも強いです。ノジアも強いです、確かに確かに強いです、森 B さん。そしたら2番筐体に行きましょうか。ちなみにですけど、3番は
おそらく渋スポ鉄山校なので一斉対デルンかな、デルンかヒヤシンスのどっちかとは思うんですけど、です、ね、多分デルンが出てくるとは思うんですよね。で、4番巨体が、先ほど死闘を繰り広げてた、白にあの死闘を繰り広げてたオロ5、はい、で、対するは、弁当屋率いる Q5 ですね。なるほど、個人的にはやっぱちょっとあの、はい、レミ流かなとはちょっと思ってます。じゃあ2番巨体いきましょうか。2番巨体で、2番巨体いきましょう。お願いいたします。あ、はい、そしたらまずは2番筐体の、何なんだあなたさ対リューファイナル、まあ、リューファイナルは多分間違いなく国だと思います。で、まあ、あの何なんだあなたさも間違いなくピエロさんだと思いますけど、ただミノルさんも強いし、その予選の時にユウさんも活躍してるんですよね。見ました見ました。でタケさんももちろん強いしツムーンさんも強い。だから結局やっぱピエロさん、あ、ま、間違い、あ、ピエロさんで合ってるんですかこれは。ピエロですね。今年はピエロで出てます。今年はピエロ選べるんですね、まあ、なるほどなるほど、まあ、もしかしたら決勝上がってきたらルシファーに名前変わってるかもしれないですけど、ね、あ、進化する、もし決勝上がればメガ進化するんですえ、ルーさん、ルーさん、あ、これルールー、まあ、確かに活躍してましたからね。いやこれユウさん、ユウさん、あの全く合ってないやつ、全然外れてましたねマジか。ユーレミー対ルーリューですね。はい、結構硬い試合になると思いますよこれ。ルーさんは堅実というか、なんていうんですかね、まあ、バランスがいい、バランスいいですね、はい、やってくるときはやってくるんですけど、はい、その暴れだとか、はい、話だとかっていうのはやってくる場面ももちろんあるんですけど、基本的には堅実な立ち回り。そうですね、別に荒らすだけじゃないぞというか、なんていうんですかね、荒らしもするし、刺、はい、しもするし、うん、逃げるし行くしみたいな感じで、ただレミーはやっぱ、なんていうんですかね、あの下がるキャラだと思ったら、はい、ピエロさんとか攻めるんで、これは準備の方はどんな感じでしょうかね。一応皆さん席についてる感じなのかな。これは準備はどうでしょうか。一応準備中、皆さん座ってはいるんで準備は、あ、決まりました。はい、で、あの、もうスタートできるのでスタートの掛け声をお願いします。あ、どこですかだっけ。2番筐体で。2番筐体。はい。そうですね、2番筐体いきましょうか。じゃあ準備の方が整ったということなので、地獄のプレーオフ B、はい、これを勝ち上がれば、はい、赤絨毯です。そうですね、地獄のプレーオフとはよく言ったものですね、はい、本当に。では、はい、泣いても笑ってもこれが最後です。始めていきましょう。さあ、まずは2番筐体、何なんださ、あ、何なんだあなたさ、ユウですね。対リューファイナル、ルーさん、クニ、あれクニになってますよこれは。クニになってますね。クニですね。クニです、これは。本当だ、クニさんが。すいません、ここはどうなるか。まあ、堅実的な動きをするのはルー、ユーレミーになってくるんでしょうか。やっぱりスタンチが短いので、その電人との相性が悪いんですよね。もうレベル2とか3で本当に増えちゃう、はい、1回な後ろに投げられたりとか、ワンコンボ食らったりとかするともうすでにリーチっていう。そうですね、そこをどういう風にケアしていけるのかっていうところはすごい肝になってくると思います。ただダメージレースで勝っているのはレミーの方です ね、追い払ってってますね。ただ1回そのまとわりつかれてくると、はい、ああ、こういう状況が起きてしまうんで。さあ、ギヨッタ、おー、痛い痛い、起きがある。スタンダー決めて鎖骨、灼熱で追い払っていく、削りですかね。いや、昇竜電陣で一気に試合が動きましたね。1回の勝負で終わってしまうので。それまで勝ってたんですか。そうなんですよね、それまでケアをずっとしないといけないっていうのがちょっとレミー側がきついか。ただしっかりと投げてサマー決める。おいちが入って、つながってる、4ヒット。さあ、これが入ると中盤電磁波動ブロっていく、しっかりと取っていく。入ったら終わってましたからね。ソニックの上がるルグレで下段を透かせ。しかし竜のゲージも着々と、サマーサマー、ダブルサマーですね。
ありますよ、この体力。まだいける。あ、上に上は通さない。早かったですね。しかも今の台で出してましたね。そうですね、上に行ってましたね。上は通さないぞっていう意識がすごく見えます。しかしこれはデビジンと向き合わないといけないんで、龍がもうゲージが溜まってしまうか。レミが心境が中盤陣内、はい、2段ですよ今の。今のはもう飛びからはもうもしかしたら間に合わないかもしれないというところで、はい、地上2段に切り替えた。さすがクニさんですね。一回切り離していく。ただ龍側がもう少しでゲージが溜まってしまう。そうですね、二電陣灼熱を打っていく。飛び越えてソニック、ソニック追い払っていく。でもリュウさんもなんか落ち着いてる感じですね。落ち着いてますね、はい、灼熱飛び道具の応酬投げよう、グラップ。さあクニさんも落ち着いてる。相手をよく見てますね、お互い。これ達成ですね。さあまあ上は通さない。これちょっと分かんないですよ。ソニック、ダイヤシを隠してルグレー。これはそうですね、今の難しかったですね。ただもうレミがゼロドットで投げる。熱いチャン、グラップ、グラップ。小足確定してましたね今。そうですね。さあ次一番強度いきましょう。あ、一番強体、あ、一番強体終わりましたかね。あ、全部今終わってますんで、あ、4番強体ですね。4番強体いきましょう。4番強体が、チェルシーさんですね。チェルシーオロ対ナオキューさん。ナオクーキュー、いや、ナオキューさん強いですよ。2人とも名古屋ですよね。ナオキューは今東京ですけど、もともと名古屋プレイヤーなので、もしかしたら、はい、チェルシーさん出てくるんじゃねみたいな感じで読みで、あー、そこまで読んでありますね。あ、なるほど。ただ投げていける感じなんですか。これ今屈伸投げ抜けですね。9の屈伸、起き上がりの屈伸は、投げ無敵があるので、今の投げを透かして、投げ透かし確認で SA まで入れてますね。起き上がってでもすぐあるわけではないんですけどね。そうですね、はい。さあ赤ブロー、普通のゲージがあるが、普通のブロッキングよりガードからのブロッキングを取るっていうことすごく難しいんで、それを大会で狙っていくっていうのはすごいですね。中盤が入ってしまうが、球ガードにいけるのか感じですね。あ、しかし9はちょっとはまりづらいんですかね。あ、そうなんですかね。これは薄いんで。あ、なるほど。あ、ただ投げに対してグラップを取った瞬間に、あ、で、球が、あ、そうすると、一旦今みんな落ち着いてるのかな。なるほどなるほど。上がってきたのは、上がってきたのは、一番来たケンスポーツ、マツケンさんのところですね、と、トゥエルブの方が、なるほど、違いますね、トゥエルブの方が、あ、今からですね、そっちの方は、はい、で2番筐体が、リューファイナルですね、はい、と、お、シブスポーターをして鉄残庫、上がってきてますね。代表者誰になってるんですかね。ちょっとそれが気になるところ、鉄残庫、やっぱり出るんですね。あ、マジですか。出るんが上がってきました。4番筐体が今勝ち上がって、チェルシーさんですね、チェルシーヨロ、はい、さあ一旦みんな勝ち上がったところはホッとしたのかな。あ、じゃあマツケンさん対クニさんと、はい、デルン対、チェルシーさん、はい、うわ、これどっちも見たい。あと3番4番筐体もあるのかな。あ、なるほど。3、4がこっちなんで、今こう上がってきてるでしょ。あ、なるほどなるほど。で、1、2、3、4、あ、で、3番筐体今やってますね。チェルシーさん対3番筐体いきましょうか。3番筐体、チェルシーヨロ対、デルンユンですね。はい、鉄さん、しっかりと決めていく。中足、中足。これはオロ側もゲージをちょっと欲しいんだけど、飛びに鉄さんが刺さる。先輩君、あーっと割れてしまったか。ただあそこでその何もしないと、はいはい、結局ずっと押し切られて。そうなんですよ、何かしないと何も起こらないというところで、何かをしないといけないんですよね、はい。まあ、一応そこも読み合いの部分ではあるんですけど、何もしないっていうのも一つの策なので。でもデルン的にはやはりこう何かするだろう読みというか。なるほど。中盤、あ、一世さん、一世鉄団子がじゃあ負けたんですね。シブスポが上がってきてます。一世ですね、これ。一世ユン対チェルシーヨロ。コボク旋風大パン、鉄団、鉄団打開、
あれオロに最後絶唱難しい、ね、難しいですよね。ただ投げて、さあこれは画面も端も近いのでうまい。なんか今何が起きたかちょっと分かんなかった。今ブロッキングをしてユウも押し込んだんですよ。あ、なるほど。でそれに対して球が、あーなるほどなるほど、引っかかったっていう感じですね。確かに分かんないですね。ゲージはユウ側がちょっと有利か。ライキ発動していく、無責任発動。そう、これが辛いんですよね。すごい打点で当たりますからね。やはり難しいでしょう。ユン側はあの状況ブロられても何もないんで、何もないですね。当たったらあのコンボが始まるのに、当たったら4割ぐらい減るんで、中足確認か。無情にもゲージが溜まっていく。リープまだある。だけどね、オロ側も1本2本溜まってますからね。 TC で暴れる。今の投げようとすると TC に当たるんですよね。そうですね、よく見てたというか、おそらくガードしてるんだと思いますよ、はい。そうすると一番筐体か、一番筐体ですね、一番筐体、一番筐体いきましょう。これはマツケンか、マツケン対ボコさんかな、違うか、ヤマさん。マジあ、トゥエルブマニアさん、トゥエルブマニアさん、はい。で、マツケンさんが1本取っているが、1本取ってますね。で、ゲージもある。はい、お、動いていなかった。あそこの状況って基本的には、はい、画面端を背負いたくないんで。そうですね、これ結構剣やりたい放題なんですけど、追い越してリックスニードル。さあ、いろいろあったが逃げていく。大剣で押し返せ、投げて。さあ、時間も結構、投げて返していく。これ消えて消えて、お互い気まずいが、おお、飛びが通る。これはじりじりいく、上がっとですね。お互いゲージをためずにっていうところですかね、今のは。マツケンさんもなんか上見ててとかいろいろあったのかもしれないですけど、さあ、ニール消えていく。どっちか分からないですね。壊し2つ、壊しが最大っていうのがやばいですよね。そうですね、飛びは見えている、優秀なんですけど。でもなんか、あの、はい、いい勝負してるというか、あのキャラ絶対きついはずなんですけど、だいぶきついはずですよ、はい。だからこれ、剣側もちょっとやりづらいんですよね。あー、そうなんですね。割とやっぱその効果力で黙らせていく感じなのかなと思ってたんですけど、機動力もあるし、ここは表裏からのコアコパから陣内結構決めていく。さあ、勝ち上がったのはマツケン。マツケンさんが勝って、やっぱ強いですね。で、まだ試合してるところはない、今のところはないですね。次がマツケン対クニ来ましたね。次がシブスポ。なるほど、なら一強体ずつでやってる感じ、一強体でやってる感じですかね。あー、なるほどなるほど。じゃあ次が出てくるのがマツケン対クニ。これいつ見てもやっぱ面白いですよ。この組み合わせ面白いですよ。はい、マツケンさんが裁くのか、クニさんがこじ開けるのか勝手に思ってるんですけど、クニやってきますからね。はい、しかも今たけってますから。たけってますね。投げて後ろに投げ、しっかり鎖骨やってく。 EX で追い返せ、波動拳。しかしやっぱ中足が強いですね。そうですね、おた強引に打っていったが漏れてしまったか。ただ体力的には有利なの で、 です、ね。ただあのゲージがあるんで剣はもう陣内で逆転できるんですけど、はい、ただ追い払う行動も竜はそんなに強い、弱くはないので。そうですね、あの円中継というか、そうですね、立ち中継が強いんですよね。立ち中継が本当に強いですね、はい。90度とかから来るキックなんですけど、よく見てた、足払いを買ったりとか。そうですね、はい、で化けて金中継になっても強いし、強いですね、ところで割と押してそんなに悪いことにはなりにくい。1ラウンドをまずは取ったのはクニ。ただマツケンにもゲージがあるぞ。これ剣は行きたいんですけど、そのそうです、画面端に近くなってくると、はい、ケアしつつ行くっていうのは割と怖いんで。ああ、置いてますね、しっかりダッシュしてきてるところで中足陣内、行きたくないんですよ。壊しちゃってね。あ、これは使う。おお、ちゃんと一回
待ちましたね、ブロッキングガード、あの後に昇竜拳飛んでくると手出しちゃうと食らっちゃうんで、はい、そこをしっかり待って投げて、お、壊した冒険、遅らせ波動ですね。これでもあの竜も別にあのゲージがあるからいいやぐらいの感じじゃないでしょうかね。そうですね、この後の展開も悪くないんで、はい、一回遅らせて投げて、これもちょっと行きづらいか。あ、出ましたね、この今の中継が、はい、今のが強いんですよね、はい、追い払う行動として。さあ、しっかり赤ブロー波動電陣早いですよ、ちゃんと抜けている。しかも最後までヒットせずに着地しましたね。でも何がすごいかって4段でしたからね。そうでしたね、電陣4段でしたよ。ちょっと溜めたかなと思ったら4でしたね。さあ、筋肉の男クーニッシー、ここはじりじりちょっと行きつつ、龍はなるべく溜めたいですね。溜めたいですね、はい。剣側はゲージはまだあるので、剣はもうとりあえずあの2本当てて勝つしかないんですけど、はい、ダッシュしばしリープはしっかりガード、クニさんのかかと、おっと、なんか今かっこよかったですけど、さあゼロドット、クニさんゼロドットどうなるか、しかし剣はあるぞ、波動拳かっこいい波動拳で、やっぱ波動拳でしたね、このゲーム波動拳でしたね。スイタイタといえば波動拳なんで、間違いない、素晴らしい、素晴らしい波動拳でした。すごいですね、やっぱ。さあ、ここで勝ち上がってきたのがクニ、はい。さあ、どうなっていくのか、これプレーオフ B、 ちょっと配信には映せてないんですけども、はい、逆側ですね、関東連合梅抜き軍団五天帝賢治、どこでもめっぱくん悪魔の実、唐草は添えるだけ世界忍者で、プレーオフ A を勝ち上がってきた MOV ラオウのチームですね。これこっち側が、さあ見ていきましょう、次が先ほど勝ち上がった竜ファイナルですね、国対一世ですね、ですね、またこれも熱いですね、熱残光、はい、あ、じゃあ抜きさんのところはやられてしまった感じ、ヤックさんのところが勝ち上がってます、ね、はい、まずは画面を見ていきましょう、はい、台形で差し返していく、中足でしょう、竜巻で暴れていく、しっかり反撃、テンプしっかりとコンボを決めていく、これは痛いですね、打開でしょう、最後まで決めていく、さあ、あれは確定しないんですよね、そうなんですよね、隙が少ないというところで、最低区でやると4か5とかだった気がしますね、投げがかくないんで、あ、本当ですか、はい、やばいですね、3ないってやばグラップ取れるんで、ちょっと最低区出すの難しいかなっていうのはあるんですけど、ただここは無情にも幻影を発動していく、鉄腕、鉄腕、打開でしょう、ここもしっかりと決めていく、投げて、ただクニもゲージが溜まっている、上しっかり見ている一世、ゲージが溜まりますね、ここは発動するでしょう、ちょっと折り返して、ただもう必要経費と言ってられないんで、さあ何か見えましたが、ありますよ、ただ EX を使うとやはり、あ、これもうダメージで勝とうとしてますね、さあ、おお、ピオラステイク負けん気、今壊しはあれですね、クニさんはゲージマックスなんで、はい、ゲージをなるべく与えたくないフィニッシュは、そうですね、あれがベストですね、ベストですね、はい、小攻撃はゲージたまらないんで、相手、そうですね、これは必要経費でしょう、全く痛くないと思ってます、おそらく、まあ、減ってないですからね、まあ、ゲージがちょっと溜まるかっていうところですけども、竜側としては問題はないでしょう、そうですね、こっからだと思ってるんで、クニさんはおそらく電源が溜まるとやっぱり回転率が、回転率いいですね、壊し刻んでいく、リープが取る、高いります、ね、でしょう、ただこっから全然まだありますからね、まだありますから、そうですね、竜側、あっと強引に使っていた、どうなる、投げるか、投げる、グラップ、そう、しっかり、あっと裏、そうなんですよね、まだありますよ、しかししっかり前ブロスタンチ、あー、これは魂、お互い魂でしたね、魂の家、ね、まあ、動いてたらもちろん当たるし、はい、ユンってあそこと飛びたくなるんですよ、その触りたくないんで、触りたくないので、その下がるか、はい、バックジャンプで逃げるっていうタクが出てくるんですけど、はい、そこを咎めようとクニは EX 速度を押したんですけど、なるほど、一世大人でしたね、ガードしてました、ガードしてました、ただでヤッくんさんと、はい、次が、ここでも決勝でケンジが上がってきた、
ト渋スポユン対ユン、ヤッくん対一世。先ほど、松田さんと金井くんが言ってたんですけど、はい、今年プレクーペの決勝にユンいないよねっていう話をしてたんですが、いや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 、やはり勝ち上がってきます。ここでユン対ユン、決勝で見てもおかしくないですよ。牛さん、ここで出てきたのは牛、ヤックンではなく牛が出てきますね。これ抜きさんを倒した牛くんみたいな感じなんですかね。ちょっと関東連合と梅抜き軍団がどっちが上がってきたのかちょっと分かんないので、そうですね、梅抜き軍団が上がってきて御殿帝を倒したのがケンジで上がってきたと。で、悪魔の実が上がってきたところで純潔でケンジが勝ったと、はい、さあ見ていきましょう。泣いても笑ってもこれがプレーオフ B のラストです。牛対一世というところでどうなる。中足からいろんな色があるのが牛、黒い方が一世ですね。見えてる、見えてる、しっかりと見てますね。前方取って中盤2勝でゲージが半分、金中継が前風呂している。牛の強いところはこういうところでひよんないんですよね。前勝で突っ込んできて、先方中盤、これは現役人をさせる前に倒したいですね。さあ中盤で遅らせですね、遅らせ中足、動きたくなったところに中足が置いてる。牛が1ラウンドリード、ゲージは一世さん。さあここで一世発動して中足前方で吸っていく、鉄腕中盤弱でしょう、ワンコンボというところで、はい、さあ逃げていくバックステ大パンで勝っていく中鉄発動して固めながら、わあ見えてますね、あれは難しいですね。置き攻め、置き攻め重視ですね。ですね、ここからまた現役陣をしのぐのか、さあ鉄腕って絶勝でこかしていく、おっと投げて旋風中段ですね、投げる落としてしまうが中足を出してどうだ、さあどうなる、さあ負けていかない、わあハートが強い。あそこの状況って EX2 勝っていう選択肢が基本的にはないんですよ。ないんですか、はい、距離がやっぱり離れているの でした、ね、中足ユン側がその一斉側ですね、はい、は本当はしゃがみ中足を本当出したいんですよ、はい、なるほど。ただそれを読んでまずかぶせに行くっていうので垂直ジャンプの雷撃奇襲を打とうと思ったと思うんですけど、まあ、いろんな読み合いはあったんですね。そこに EX2 章が置いてある、あれは読めないです。すごいですね。なんか前中継とかに行っても勝ってたっていうところで、はい、割となんか、うん、本人的にやっぱ ないわけじゃなくて、はい、前とか来たらやるぞみたいな。そうですね、でそれをケアする中足は危ないから打たないだろうみたいな読みとかがあったんです、はい、そうですね、だいぶ読み合い一番最後のあの瞬間本当に一番読み合いが回ってましたね。ただまあ普通にやっぱ見たところだともう魂の魂ですね、全てをかけたところで、はい、やはりその熱い気持ちが帰ってきたのかなと思いますけど、ケンジの笑い声がすごく聞こえますね。いやこれヤックンめっちゃ喜んでますよ多分。さあこれで決まったのはケンジ、決勝ですね。いやすごい戦いしかなかったですね。すごい戦いしかないですね。いやどんどん死んでいくというか、プレーオフってもう本当に毎回毎回ドラマあるんですけど、なんかいつも毎年言ってると思うんですけど、はい、ここが落ちたのってなんか毎年聞くし言うしって感じなんですけど、なんかただどこが勝ち上がってもおかしくないし、どこが負けてもおかしくないんだよね、はい、まあ、もちろん負けてもっていうのはその勝ち上がってるもう強いやつらに負けてっていうことなんですけど、はい、もうどこが来てもおかしくないっていうのがプレーオフ B ですね。というかプレーオフ B もやはりこう楽しめるクーペレーションだなって思います。本当に面白いですね、はい、敗者復活のレベルじゃないですよ、この敗者復活のレベルじゃない、もう決勝でもおかしくないですからね、はい、
それはやっぱ良かったですね。まあ、会場もちろん配信でしか見れないっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりね会場で見るこの熱気暑さっていうのはすごいものがありますよ、はい、いやーちょっといいものをお届けできたのかなと思います、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこうじゃあ まずは上がってきたのはケンジですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ次は準、決勝リーグですね。赤10段の戦いが始まっていきますので、あ、決勝トーナメントですね。決勝トーナメントが始まっていきますのでしばしお待ちを、お待ちください。はい、一番盛り上がると思います。休憩タイムというところで、休憩タイムですかね。はい、さあ、まあここまでは、ショート白黒でした。はい、ありがとうございました。あ、すいません、今日ご来場の皆さんありがとうございます。決勝トーナメント前にですね客席を、まあ、400、500並べたいので一旦ホールの外出てください全員で、オールスタッフ椅子並べてください、お願いします。